おい、お前、アイコン塩巻いとけよ、あとで。絶対に。多分お前がやばいから。うん。はい、アンケ。で、アンケとかいいかな。全く興味ないから。まあ、もうみんな鮫島でしょ、多分。違うよ、だからみんなもう決まってんだよ。アンケ。だからもう決まってんの、アイコ。アンケ。アイコ、ほんとに。もう運転やばいんだよ、俺。え？ね。お前の家に送ってくこともできないし、してあげたいけど。うん、してだ無理だって言ってんの。ね。じゃあさ、家止めてよ。だから新宿に窓を下ろすんだから、で、さっきじゃんけんしたべよ、俺、窓を。な。窓も止めてくれるって言ってんだから。ね、あんたの方がさ、盛り上がるよ。じゃあ盛り上がるとかじゃなくて、プレミアルイスラン。ちょっと、うちは片付けてないし。いいよ。だから無理だ、良くない。オカリナのね、そう、オカリナの問題があって止めらんないの、それは。え、ほんと勘弁して、マジで。なんで止めたくないの、俺が。あ、そうなの。ここ、え、なになになに、どういうこと。ん、なんかすごいぐるっと回されてる。わかった、ワドさんち止まる。うん、お願い、勘弁して、それは本当に、うん、好きだって止まるとか言い出して俺嫌だったの、本当に、うん、俺だって、愛子ちゃん止めたら手出しちゃうもん。それいいじゃん、それはそれで。配信ずっとさつけとくから。ダメだよ。でもイチャイチャすりゃいいじゃん、別に。ね、どれが焼き餅焼くよ。いいじゃん、焼かすりゃいいじゃん。ダメだよ、レディーよ。ね、いいや。のんちゃんに刺される。ワドウくん、ベルト引っ張んなくて。え、ベルト、うん、え、なんすか、ベルト引っ張ったの。え、わかんないっす。嘘つけよ。んベルト引っ張ってないっすよ。マジで引っ張ったの今。いや、触ってないっすよ、僕。嘘つけよ。ほんと触ってないよ。触ってないっすよ。嘘つけよ、マジで。触ってないっすよ。触ってないよ。マジでやめろって。いや、触ってないっすよ。触ってないよ、ほんとに。いや、だからずっと、愛子さん見てるの。今また引っ張ったのよ、お前。え、引っ張ってないっすよ。嘘つけよ、お前。だって俺、ここに手やってんすよ。あ、私もさ、見てるよ。じゃあ、お前絶対引っ張ってる。引っ張ってないって。もう3回ぐらい引っ張ってる。引っ張ってないっすよ。取り付いたんじゃないの、サメ島の背中に。違う違う、お前マジで引っ張ってる。いや、引っ張ってないっすよ、ほんとに。だって、ああいうことなんずっと見てたんだから。こうやってね、ずっと見せた。絶対引っ張ってる。もう絶対引っ張ってる。間違いない。引っ張ってないって、だから。こいつほんとこういうとこあるから。違う違う、ほんとにだから今だってベルトやってんすよ、僕。嘘つけよ、お前。マジでほんとっすよ。絶対嘘。いや、ほんと触ってないよ。お前が誰がいいんだよ、俺の後ろに。知らないっすよ。やってないよね。やってないっすよ。引っ張ってない、絶対に。引っ張ってないっすよ。だってカメラ回ってますよ。でも引っ張ったって、2回確実に。いや、だって映ってるから。グッグッってやられたもん、今。だからやってないっすよ。やってないから。絶対やってる。やってないっすよ。だってカメラここに映ってるんだから。鮫島に今配信してるんですよ。絶対引っ張ってる。引っ張ってないっすよ。取り憑かれたんだよ。触ってないっすよ。嘘つけ、絶対引っ張ったもん。触ってないっすよ、本当に。俺3回引っ張られたもん。お前以外誰がいいんだよ、後ろに。知らないっすよ、そんな。知らなくねえだろ、おめえだろ。いや、触ってないって、お前だろ。いや、俺じゃないって。触ってないっすよ。謝れよ。触ってないって言ってんすよ。引っ張ったお前がいないって。だから本当に触ってないんだから。じゃあ誰が引っ張った。知らないっすよ。じゃあ俺の後ろに誰がいんだろう。お前がいないだろう。いや、だって触ってないっすもん。触ってない、触ってるじゃないんで、引っ張ったんだよ。だから配信映ってんだから。話のわかんねえ野郎だな、お前は。何絶対引っ張られたの。だから愛子ちゃん見てたって。そう、見てたんだから。私見てたも何も。2回引っ張られた。お前が見てる時に引っ張られたんだ。違う違う違う、見てたから、ずっと目合ってたんだって。絶対引っ張った、マジで。引っ張ってないよね、俺ね。何でもよくねえよ。だってさ、引っ張ってないもん、ワドさん。なんでお前ワドかばってんの。かばうとね。いや、マジで。いや、ほんとに引っ張ってないって。じゃあお前引っ張ってないのね、マジで。うん、ほんとに引っ張ってないよ。だってカメラ映ってんだから。3回引っ張られたよ、俺。だから3回だから、ずっとやってないって。手はずっとカメラね。だずっとここに映ってんだもん。タバコ吸ってるし。あいつら持ってタバコ持ってたら。で、ベルトって言われたから、ベルト締めろっていう意味だと思って、俺自分でこっちのベルト触ってたんですよ。なるほどね。はい。じゃあ誰が引っ張った？え、レイだよ。ガチで引っ張られた俺。レイだ。ワド、こいつ、こっすいたずらすんな。いやいや、だから、いや、タイムシフト見て、見たらいいじゃないですか、タイムシフト。その新年配信の帰りの絵。そんなんやらないっすよ。やらないよ。やんないっすよ。ってことはマジでいるってこと？ワドさん、そのことやんないよ。残念ですけど、マジで言います。ワドさん、そのことする人だよ。じゃあ、ちょっとカメラ撮って今。何をすか。車を撮るんですか。じゃあ、カメラ、カメラ。え、外カメ、カメラ。あ、写真。そう、
やってないよね、和道さん。絶対俺3回引っ張られるだもん。映ってもすんないですよ、僕。1回目で、あ、和道やってんなって。おぉ !800 人いった。マジ、いや、しつこいねじゃなくて。和道以外誰が引っ張って俺の後ろ和道、レイだよ。引っ張ってないっつうのに。レイ、しこるよ。だって、俺に干渉してるでしょ。取りますよ。今、そこで車の中にさ、いるんだよ。俺に干渉してんねん。俺、事故起こしてます。だから、ガチで俺、和道なんでこういう、こいつ、汚いことやんなと思ったの。そうだよ。ね、サメ島の勘違いだよね。いや、マジだからね、これ、冗談で言ってないからね、俺。だから、運転中やめろって言いたいの。だから、いや、そういういたずらやめろよ。じゃあ、引っ張ってないのね。引っ張ってないです。ってことは、俺は霊に干渉されてるわけで。そうです。事故りますよ。事故が目的でしょ、だって。要は。はい。ちょっと待って、待って。何止めてもらえ、何これ。バックミラーのこれなんすか。あのお風呂の横のお布団ジメジメでイヤホンかかってね。バックミラーこれなんすか。これでしょ。はい。え、何これ。バックミラー。ちょ、一回止めよう。え、なんすか。これ多分事故るわ。人が映ってる。何これバックミラーっすよね。和道じゃないもんね、これね。わかんないです。こっち側だもんね。わかんない。だってこれ、こっち、ここに映ってんだから、こっち側じゃん。何これ。おー、怖い、やだやだやだ。もう。いや、アイコ、みな。とりあえず、いや、ちょっとね。見せて。完全に人が乗ってる。左側に。ヘッドレストじゃない。怖い。バックミラー、左側っす。あ、なんかさ、いる。やだー、怖い。止めよう。怖い。一回止めましょう、一回止めよう。いる、怖い、バックミラーにさ、映ってる。いるよね、うん、だってそっち側人いないんだもん。ですよね。完全に人の頭でね、だってヘッドレストの形と違うもんね。子供の横長だもんね。子供の霊ついてきてる、だって。何これ。ツイッターに上げてたって。俺、じゃあ、ちょうだい。ちょっとガチで完全に人の頭だよね、それ。わかんないです。バックミラー。バックだよね。だってこれおかしいね。うん、ヘッドレストの形と違うもんね。気持ち悪いんですけど、僕。もう嫌なんですけど。怖い。だから、ちょっと。だって、和道じゃないじゃん。左側に映ってんじゃん。じゃあちょっと転送します。待って。うん、わかった。気持ち悪い。何やこれ。いや、マジで。塩まく？ヘッドレストの形と全然違うよね。横長じゃん。俺の車の。ちょっと待ってください。気持ち悪い、もう。なんかね、俺ベルト引っ張られてんの、3回。だから僕じゃないっすよ。で、1回目で、和道がやってんな、どうしようもねえなと思って。で、2回目でイラッとして、3回目で俺言ったの。で、お前やめろと、運転中に。やってないっすよ。絶対。ブリッコしてない。俺マジで。やってないっすよ。ブリッコしてないから。確かに手でしか引っ張れないもんな。足で引っ張れないもんな。どうやって引っ張るの？この隙間に手入れて、こうやってやるんすよ。じゃあ、この下のね、これがこう来てるから、はい、この下側を、グッグッて引っ張られたの。無理っすよ。3回。無理っすよ。手しか使えないもんな。はい。で、うわ、こいつなんてことするんだろうと思って。で、ちょっと怒ったの、俺。結構怒って、本気で怒って。運転中だからね。はい。事故ったら困るじゃん。うん。そんなの。僕やってないっすね。完全に顔だったよね、あれ。怖い。怖い。すいません、ツイッターに。うん、ちょっと待って、一回俺配信終わるわ。違う、俺ほら、ツイートしなきゃいけないから。はい。ちょっと待ってください。完全に顔でしょ。何これ。あー気持ち悪い。なんでお前写真撮ったの。いや撮れって言ったじゃないですか、カメラで撮れ。撮るなよ。お前心霊写真バンバン撮ってんじゃねえかよ。お前プロだな。お前今日何枚撮った。心霊カメラマンだったら食っていけるんじゃないですか。これいけるな。ワンチャンいけんじゃねえこれ。墓場で墓場フューチャリングワード。フューチャリングワード、ね、何これ気持ち悪い。プロデューサーは抜け。プロデューサーは抜け。あそこにいたよ。トリミングします。どうします。僕いや、そのまま原本。原本で、うん、はい。原本で、まあ、原本というしかないでしょ。まあ。何顔だよ、あれ。何これ。完全に顔の形だよ。だってヘッドレストの形と違うもん。違いますよ、全然。全然。縦長だったもんね。ここでさ、いたら怖いよね。やめてよ。ほんと怖いな。認証されたらな。お前の後ろだよ。お前の。あ、そこだもん。
じゃあさ、窓さん。それはされねえよな。今送りました。ちょっと確認してください、映ってるか。了解。なんで何それ、ああ、撮るんですか、いいっすよ、いいっすよ。いや、撮るんじゃなくて。あいこちゃん、何やってんの、何それ。え、何それ、スノー。スノーな。え、これだって。気持ち悪い。おかしくないこれ。ワドの顔じゃないもん。完全にだってここに映ってんだもん、こっち側に。これ、顔だよね。ちょ、待って、これ顔だよ、完全に。さっきからずっと知らない声入ってる？もうちょい上。鮫島さん。鮫島さん。あの、うちの放送、ずっと知らない声入ってるって。やめてよ、ここの、ここ。何？ここ。もうちょい上。こう、これ、これ。私の首にも火の玉みたいな。愛子ちゃんも撮ります？もうちょい上。念のため。お前、下手だな。愛子ちゃんも撮ります？上だって。上ちゃん撮りますよ。違うよ、ここに映ってんね、ここ、これ。あ、うん、だからもっと近づけて。完全に顔でしょこれ。ワドの顔じゃないもんこれ。完全にワドメガネかけてるし、帽子かぶってるから。でしかもワドはカメラやってるから、カメラが映るはず。何これ、ほらこれ、これ怖くない顔。白いさ、お面なんか変な、お面みたいなかぶってるね。白いお面、怖い。何これ、怖い。早くさ、ツイートしなよ。だってこんな、だってないよ、もの、こんなもの。なんなんすか、これ。ちょ、他のもチェックしますね。うん。あ、鮫島さん、もうあかんす、これ。何が。あかんす、他の写真もが、あかん、これ。まあ、送って。ここ。そこの。何、どれ？でも、なんか反射してんだよ。ちょ、待って。カンカン。ツイートした？まだ、これから。怖ーい。赤い。発射別、これは大丈夫だよ、別に。これは関係ない。俺本当にベルト引っ張られたんだよ、ガチで。信じて。引っ張ってね、信じても何も、だって。いやマジで、はい、で俺3回やられたから、はい、もういい加減にしろと思って。そういうの悪いよ。何、普通に4人目誰がね、みんなやめろよマジで。コメントでずっと言ってんすよ。何、4人目って何？4人目なんかいねえ、3人だよ。ずっと知らない声入ってる、知らない声入ってるって。今開けたんだけど、これあのバックミラーの左側に、これ絶対違うな、ワドの顔じゃないもんな。何それ、気持ち悪いもん。怖いよ、何これ。ワドの顔じゃねえよな、これ。何これ、何これ、え、何これは。全然違うよ、このさ、赤いの。これはしょうがない。4人目が声聞こえるって言ったやつ。いや、声なんかするわけないじゃん、いないんだから。ラジオだって今つけてないんだ。リスナーさんがずっと誰って言ってますよ。は、うちの枠は何も、だって俺、だってこれ音楽も流してないよ。何も流してないですよ。なんか映ってるよね。ワドの顔じゃないの、これ完全に。何これ、気持ち悪い。いや、愛子ちゃんの方にも。え、やめてよ。わかりますよ。顔だね。顔ですよね。完全に顔だね。ドクロっぽい顔。なんか、うん、こいつだよ、こいつ。こいつと同じ顔してるよね。こいつですね。怖い、車の中にさ、持ってきちゃって。帰り怖い。いや、別に怖くはない。お前についてんの。そんなことないの。だって、お前の後ろにいるもん。あれ、和道じゃないもんな。和道以外いないもんな、人間が。でも、和道じゃないもん、絶対。こんな細くないもんな。顔だよね、うん、完全に顔だよね。ちょっと待って、俺本当にベルト引っ張られたの3回。僕引っ張ってしかも完全に強く、なんかに引っかかってる感じじゃなくて、はい、グッグッ、もう明らかに人、もうだから、あ、もうワドのいたずらだなと、はい、あ、ツイートした？したこれ、もうやだ。
え、どうしたらいいのこれ。どうしたらいいのって言われても。タバコの煙だよ、じゃ煙じゃねえってだから。バックミラーだよ、バックミラー。タバコの煙ってどういうことだよ。笑い声聞こえた？サメちゃんの頭の右横。ガチで後ろ窓に映ってる。え、僕のっすか？え？え？あー、これ。後ろの窓。ドクロっぽいね。ほんと、僕のっすか？うん。後ろに女の人、ちょ。後ろに女の人がずっと見えるってみんな言い始めたんですけど。んなわけないじゃん。そんなわけない。後ろの窓ってどこだろう？あなたの。もう一枚撮ってみて、バドさん。何枚も撮ってみて。部屋撮っていいですか？いいよいいよ、もう撮るしかないよ、これは。いろいろ撮りますよ、じゃあ。後ろもな、後ろもな。うん。これ顔だよな。これ上見上げてるよね。上。こういう。うん。なんかさ、覆面マスクみたいな。なんか被ってるよね。なんかスクリーム、なんか被ってるよね。スクリームみたいな。これ、何これ、下の歯はさ、出っ歯？いや、多分、口は空間。なんか黒い闇？こういう感じ。さっき、ワドさんの左、そうそうそう、この辺？この辺？取りまくって、取りまくって。ちょっと待ってください。あってみんないるいる言ってるんですよ。どこ？いないでしょ。だって何もいないもん。みんな映ってる、映ってるって言ってますよ。バックミラーってどこ？いないよね、ほら。ワド。いないよね。うん、誰もいないですね。え？いや、ベルトに引っ張られたんだよ、俺、マジで。え？え？私の顔見てよ。画面が別の女性に切り替わってる時が あるんだ。え？え？うっすらいる。どの辺？え、私の左側に白髪混じりのおじいさんが。女性？マジで俺、ベルト引っ張られたの。霊感強いんだよね。お前じゃないの本当にベルト。いや僕じゃないですよ。だからそれ証拠残ってるんで。いやいたずらならいたずらしてから。だからタイムシフト見てくださいよ。間違いなく3回引っ張る。だって僕タバコ吸って灰皿持ってるんですよ。いやまあ確かに持ってた。それでどうやってこんなんやったら怪我しますか。でもお前がいないの。だって僕引っ張ってない。完全に引っ張られたもん。何もしてないですよ本当に。女の人？え？何？どういうこと？何声が聞こえるって。声は聞こえないよ。じゃあエアコン取れるか。首痛くない。顔が変わってる。え、何？え、カメラはこれだよ。これ、私の顔がいきなり乱れて違う。嘘じゃないの。私の顔がさ、歪むんだって、うん、お餅みたいな顔してる。それはデフォ。それはデフォ。元からや。私の顔が溶けるように変わる。それ元からや。ちょっと撮って撮って、ワド自撮りして。ちょっと僕ですか。うん、うん、自分の。私あの半押しでフィントが合うんで。ちょっと待って、どこ半…あ、ここです、ここです。あ、ここね。はい、了解。僕の方は何も…顔が溶けてる。だってそれは元からだよ。ちょっとやばくない？あ、これ関係ないよ、別に全然。ベルト引っ張ったんだよ、絶対に。僕じゃないですよ。顎のところが溶けてるのが別に。こっち、僕の方は何も映ってない。あ、じゃあ映ってんな。いや、僕の方映ってないっぽいですけどね、多分。これやばくない？確実に。これはどうじゃないもんな。怖い怖い怖い。やめて。何よ。何何。びっくりするんでしょ。何何何。それは何も。それはそれは知らんって。だから広角レンズなんだろう。広角レンズの歪みでしょ。これ何。うーあーうーあーみたいな声が聞こえた気がした。こいつが喋ってるってこと。カメラと手に見える。あー、そういうことね。見てみる。お前が怖いよな。これだから、これ、これが、これ顔でしょ完全に。うん、
完全に顔で、これ和道の顔じゃないよね、これ覆面みたいに被ってるね、和道の帽子でもなんでもないんだよ。違う違う違う、覆面みたいに被ってる、これ違う、ここの画角で入らない、うん、顔だよね、これね、うん、マジ顔、骸骨みたいな、そうそうそう、のっぺりとした老人みたいな顔だよね、うん、マジ怖い、うん、違う、だからこれは和道だとしたらサメちゃんの右上にも目が映ってるって、うん、見た写真、ドクロっぽいのね、サメ島さんの右上って言ってますよ、このほらほら顔顔顔顔、ほらわかる顔、このほら、え、新しいやつ、これは俺の右側今、うん、顔がさ2つ2つっていう、ここと、うん、まあここら辺だよね多分、じゃあ今度さ、私撮って待ってください、バリバリ映ったら怖いよね、アイコン降りてもらうよ、特になんもないっす、ね、だってここ黒いのないもんだって、ここうん大丈夫だね、じゃあ俺か、うん、いや鮫島さんについてるんですよ、そうだよ絶対、いきますよ、これで10体ぐらい映ったら俺死ぬよ、うん、こっちは大丈夫だな、じゃあ何これ、じゃあもう3人についてんのかな、これ絶対そうだよ、これほんとこれ見た瞬間、こんなもんないからね、この車にバックミラーにね、バックミラーっていうか後ろにないもん、うん、うん、そんなものないっすよ、でこれ和道なのかなと思ったけど、和道もっと太ってんじゃん、うん、細いんだよ、老人みたいな、ツイッター言われる、じゃあ俺がコメントするわ、今アイコの、うん、そうだね、うん、で、俺のプロフィール踏んで、右横とサメちゃんの後ろのやつと右上とバックミラー、そんな映りまくってんじゃん、やめてよ、俺なの、結局、うん、そうでしょ、軽さ強にしてみたら顔に、うん、車に塩撒いた方がいいよ、塩買った、ほんとな、うん、塩買ったから、このサメ番長って今コメントしたの、運転手側の窓にも顔があった、あ、それはね、言った、伝えた、プロフィールって押せば、多分ツイッターアカウントを止める、これ、うん、え、俺なの？そうでしょ、だってここはさ、映して、確かに俺の近くだよな、うん、だしさ、こっからさ、シートベルトをさ、そう、3回引っ張られ立ってないってことはさ、あなたに本当にえと思って、でまあ俺は和道だと思うじゃん、当然、うん、だから和道がやってんなって思ったの、うん、でもどうしようもねえなこいつと思って、で3回目で俺怒ったの、うん、やめろって、うん、バックミラーおかしいよねこれね、うん、いやそういうのやめてよじゃなくて、だってないもんね、うん、怖い、ツイッターにあげたあげた、うん、待って、ツイッター DM？ うん、のりこアメーバっていう人が DM でもう送った、丸で囲った真ん中のレーン、うん、あーこれどれどれ、この要するに街灯のやつ、街灯のやつ、例の、あー見たいっす、見たいっす、ちょっとこれ、あれ、あげるわ、見たいっす、あげる、うん、なんで引っ張られてんのかな、俺マジベルト引っ張られた時にカチンときたの、うん、今あげた、たくさんさ、いるって今、塩撒いてください、確かにあの墓石おかしかったもんな、何体も映ってたもんな、あー本当だ、え、どれどれどれ、これ顔だよね完全に、これ あ本当だ、顔だよねこれ完全に、あ気持ち悪い、あ気持ち悪い、うわこれもうこれ完全じゃん、いやー顔だー、これ顔だよね、うん、これ顔、これ女の人っぽいよね、霊能力者の人があの鮫島さんについてるって言ってますよ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、それおかしいよ、え、それもさ、でもだってさっきから愛子ちゃんとか撮っても映んないですよ、いや、おかしいでしょ、それをね。ねおかしいでしょ、だって、墓場場と、あの、監督でしょ俺な、俺、プロデューサーだよ
いやでも鮫島さんばっかりですよ映るの。そうだよ。ちょおかしいってそれは。絶対街灯おかしかったもんなあれな。おかしいっすよ。だから俺撮ってって言ったの。嫌な予感してる。変な映り方するの鮫島さんですから。なんでそういうこと言うの。いやだって本当なんですよ。えどうすればいいの。いやわかんないっすよそんな。やばくないこれ。いややばいっすよ。やばいでしょじゃない他人事だね随分ね。やばいややばいっすよ。俺運転しない今日。だからしない運転。え、ワドンちょっと止まろう。いや、行かないもん。こっから動かない俺もう。多分ずっと。やだよ。無理だもん。ここ止めれないよ。だ、じゃあお前と、ね、アイコを、信じ殺したと俺死ぬぜ。首都高で。そうだよ。だ今日止まった方がいいよ、僕は。ワドンち。今日止まって明日どうすんだよ。もう明日帰ろうよ、一緒に。朝。え、じゃあ3人で鮫島さん一泊でいいんじゃないですか。いや、うちはね、ほんと汚ねえんだよ。でも、死にますよ。そうだよな。そうだよ。死にたくは死にたい死にますよ。死にたくはないから。そうだよ。3人で。だってシートベルトぐいぐい引っ張られてる。マジでマジでマジで。そうだよ。これマジで。どうする？本当に。どうすんすか？一人で帰った時にさ、こっち引っ張られたら。マジで信じてくれないと思うけど。うん。いやまあリアクションでわかりますよそんな。もう本当に。嘘つかないと思うけど。俺はワドと思いたいの。ああ、うん。だってワドだったらいたずらじゃん。うん、ああ、悪質な客だ。あ、でしょ左の窓っていうか、ミラーでしょ愛子ちゃんの方の。お前もだよ、やっぱついてる。そっちだもん。でしょえ、映ってた？ほら。映ってるよね。そっち側のミラーに映ってた。そうそうそう。やっぱ気づいた、リスナーさん。そう、それさっき言った。あの、このバックミラーの顔と同じのが映ってる。ね。そうそうそう。え、映ったの？映った、映った。同じ、似たのが。あ、カリカリさん、ユータの家系なんだ。あ、ユタね、うんうん、沖縄か。あ、そうそうそう、ユタ、ユタ、ユタですね。沖縄だ。あの霊媒師です、ね。イタコです。これやばいよな、うん。これ顔だよね、女の人だよね。え、私のサムネ見て。うん。サメ島のシートベルトのところなんですけど、女の人映ってる。シートベルト撮ってみるか。シートベルト撮りまーす。え？いや、お前のサムネ普通の女じゃねえか。ミミっていう人。ああ、間違えたのか。上クリックしちゃったのか。これわかんないよ、これじゃあ。ちょっとわかんねえな、うん。もっと拡大できないな。わかんないよ、ミミ。いや、本当にシートベルトはマジで俺、びっくりした。でも本当さ、一人にしたら帰り危ないよ、本当に。ぐいぐいさ、またさ、うん、引っ張られる。もうそしたらもう俺は死ぬ。今日だから3人でもう鮫島んちって里元がいいわ。うん、その方がいいよ。まあね、死にたくないもんな。3人いた方が安心だよ。そうだよな。まあ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 、それはしょうがないですよ。アイコいてくれりゃさ、もともワドウといてくれりゃもう、今日3人で鮫島んちでもうち事故物件だよ。塩で必ず清めてくださいって。うち隣の家大工死んでるからね。あ、そう、自殺してますもんね。自殺じゃない、事故。事故なんですか。うん、検討して頭に。別にした事故。とりあえず鮫島さんの家朝までいた方がいいっすよこれ。そうだよ。そうかな、はい、うん、でもこれ完全に顔だよね、これね、うん、これが怖いんだ、マジで。これがこれ完全に映っちゃってんじゃん、これバリバリ完璧。これダメだよね、これね、うん、これやらせだと思われるよね、ってぐらい、うん、でもやらせてない。だって何にもないもん、うん、本当に触ってないです。何にもないもんね、だってね、この車ね。触ってないです、触ってないです。え、どうしよう、謝りに行く。えごめんなさいって。あ、お、車で送りに行くんすか、ごめんなさいって。そう、もうほんと来ないでくださいと。え、いや、あなたたちの家はここですと。はい。お線香は。いや、ほんとにごめん、もう土下座して、俺たち。もう全力で。お線香。線香大全力で土下座配信。ここで日本人だって。ちょっと待ってください。おばけに。お線香のさ、匂いでさ、さ、飛んでくんじゃない。窓開けてさ。お化けに土下座する。塩は撒かない方がいいって。逆上させるって。アイテムありがとう。俺たちがいたずら。サメちゃん LINE 見てください。 LINE 見た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 、うん、塩は撒かない方がいいって。え、見たよ見たよ。もう行かない方がいいって言ってますよ。うん、でもじゃあどこ行きゃいいの。これとりあえずこの車、とりあえず4人で行きましょうよ。いや、じゃあ4人でっておかしくない。3人でしょ。うん、だってもうお前マジでベルト引っ張ってねえよな。引っ張ってないっすよ。こいつやるんだよ、そういうこと。やんないっすよ。
アイコン見てください。アイコン、嘘つくから。アイコン、ちょっと待って待って。え、天賀さん、うわうわうわ、ちょ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 、これ俺の写真、正面漏らすとこだった。天賀さん、俺の写真これ。ええ、ちょっとツイッター見せてください。ええ、どういうこと、どういうこと。あかんあかん、ちょっと、それツイッター。何、天賀さん、俺の。じゃあさっき上げたツイッター見せてください。ちょっとどれどれどれ、あの最初のやつだと思う。最初のってどれ。あ、そう、え、最初のあのあれでしょ、車の写真でしょ。車の写真、車の写真はどの写ってないよ。違う、これそれかな。ちょっといいっすか、これ。え、これどこの部分。それ俺じゃん。え、これ、なんで俺を下がりにするの。どこの部分、どこの部分、どこら辺。墓場じゃないの、この企画。え、ちょっとそれさ、どうすればいいの。あかんでしょ、これ。いや、あかんよ、全部。いや、違う違う、いや、違う、いや、シャレになんないの。ワード、お前、心霊写真写りすぎ。え、どこら辺それ。撮れ高多いよ。どこら辺それ。え、どこら辺、天賀さん。え、ちょっと待って、どこどこどこ。いやー、丸つけたけど、だからわかんないですよ。あのね、ちっちゃいんだよ。サムネ、そう、あのね、俺たち老眼だから。え、どこどこどこ、天賀さん。ねえ、ミミさ、車の写真でしょ。私のさ、この写真、私のさ、DM とかさ、DM してよ、うん、この写真。俺のでもいいし。ねえ、ミミさ、ね、サメ島か、閲覧の右上、閲覧、ね、私のツイッターにさ、DM してよ。お前の配信ってことじゃない。え、どういうこと。お前の配信の、俺の配信ってこと。二人いる。違う違う、ちょっと閲覧の右上、じゃあ閲覧のここってこと。要するにその画面のここってことじゃん。ここの写真なのそれ。え、どういうこと。だからお前の、いやいやいや、もうがっつり写ってますよ。え、これも何、この手、変じゃない。いや、だからそれ、そ、変じゃない。俺の手がこうやってタバコ持ってんじゃん、うん、俺細いからね。逆、ここさっき言ってた左上。なんだ、え、なになになに、これ気持ち悪くない。いや、まあ気持ち悪い。亀島のツイッター、何、ちょっとよくわかんない。もう、いや、多すぎる。何だいるの、わかんないっす。ちょっと挙手制しようか。はい、1 2 3 4。お前が言ったよ、お前が。お前がそういうとこが嫌いなの、お前の。ここ絶対ベルト引っ張ったもん、お前。ねえ、ここにも引っ張ってないっすよ。どれどれ、ねえ、ほら、白い2人。どこ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 。あ、俺のここで、ほら、あ、なんでもつけちゃうの、お前そういうの。ほら、乗ってるみたいじゃん。うわ、やばいやばいやばい。さ、2人、お前の顔じゃないもんね。どうですか。あの、じゃあ、アイコの、ほら、ここに映るのは。うん、違います違います。ここ、これだよね。あらら、いやー、これ怖いんだけど。助手席の後ろってこっち、ここ。怖いんだけど、これ。助手席の後ろ、え、誰、お前だろ、あそこ行こうって言ったの。だって怖い、最強のとこ連れてけっつったから。だからって、お前ちょっとやらせやれよ。え、やらせ、適当に作ってさ。やらせなんかないっすよ、そんな無茶ぶりなんだから。今から行こうぜ。やらせやれよ、俺たち。磯の野球行こうぜのノリだったじゃん。違うよ、なんでガチの場所連れてくんだよ、お前。こっち、俺、素人だぞ、そういう道では。いや、だ、じゃあ、こ、いや、映りまくってますよ。やばいっすよ、気持ち悪い。これもそうだよ、絶対ここ。わ、同じやつじゃん。同じやつじゃん。さあ、白い顔。うんうんうん、白い顔。三人いる。これもそうだよね。これ、違う。これもそうだよ、ね。これかい、これかい。これ完全に、これ、これ取り憑かれてんじゃん、これ。なんかこれさ、サスケみたいな顔してんじゃん。元祖サスケみたいな。これは違う。完全に取り憑かれてるよね、これね。これ、これ、これ一番やばいと思う、俺。愛子さんが乗ってる右上の角。愛子さん、こっち側だよ。え、右上、俺、後部座席の鮫島さんの後ろに座ってんだよ。そう、運転席の後ろだよ、俺が座って。左、右側だね、右側。愛子さんが乗ってる右上の角がよくわかんねえな。この辺ってことじゃない。愛子さん、右、あ、ここだ。この辺でしょ。この辺撮ってみます。じゃあ、愛子を後ろから、あの、はい、俺を撮ったみたいな感じで、はい。特になさそうっすけどね、わかんないっすけど。なんでお前ガチの場所連れてくの。いや、あそこやばいっすもん。やばすぎんじゃん。ちょっとやばすぎますね。レベルが違うじゃん。はい、活業ホテルとレベルが違うじゃん。活業はにわかですね、あれ。あれ、うんこじゃん。うんこですよ。うん、うん、こっちガチですよ。今、リスナーアイコの、ああ、
あ、がっつり、がっつり、おーがっつりじゃん、ちょっと気持ち悪い、気持ち悪い、女の人ですよね。うん、これね。うわ、うわ、うわ、うわ。がっつりじゃないですか。やめて、ほんとに。赤、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 赤。こっちにドクロいるよね。左側。違う、それ女の人っすよ。ドクロもいるじゃん。え？うん、リコが、ね、奥と同じ。桃七に似てる、桃七。こっちドクロ。しゃあしゃあしゃあ人だって。じゃあドクロもいるって。赤いハドバッチ関係ないと思う。気持ち悪いってもう。まだいる？関係ないから。ツイッターにあげてください、ツイッターに。サメ島さんのツイッター。ワドが悪いんサメ島さんに DM を送りまくってください、皆さん。報告は、めっちゃ多いから。報告はサメ島さんのツイッターに DM。うん。閲覧のとこ、ここ？いや、閲覧のとこってことは画面だよ。お前の配信が。ここにもいるんすか？俺、閲覧で被ってるの僕は見えないですよ。閲覧の数字が出てる場所ってことじゃない？ですよ。この辺にいる。あ、気づいた。お前は演技下手だな。タバコ吸ってないよ、今。タバコ誰も吸ってない。タバコ吸ってないよ、誰も今。うん、だからさ、赤いさほどはしょうがないんだ。赤は、でも警告っていうよ。お前、でもおかしくね？なんかずっと赤い。なんで赤くなってんの？レンズがずれてる。あ、レンズか。レンズがずれてる。あ、そうなのこれ。それのこと言ってんだよ。それさっきからレンズです。愛子ちゃんはレンズのずれです。の、あーまあまあ、レンズの反射だろうね、多分なんか、うん。でもこのバックミラーが一番不気味だわ。気持ち悪い。もう絶対顔だもん。普通さ、さんの後ろこんなくっきり映んないでしょ。あー、そうっすね。こんな。こんなもん乗ってないからね、車。どこにも。これ、和道にしては細すぎる。お面。ね。お面みたいな感じだ。和道だったらこれ細いんだよ。和道もっと丸いんだよ。かぶり物かぶってる。うん。うん。何これ。え、なんで引っ張られたんすか？結構強めに引っ張られたんすか？いいこれな。これが一番怖い、俺。どれっすか？これ。やだ、もう。これやばいでしょ？ガンゾサスケみたいな顔してる。後ろなんすか？この辺。ああ。これだろ？そう、耳の人いるよね、はい、人いるよね、これこれは違うでしょ。何、じゃあ違うの、何がいるの、後ろに。後ろじゃん、だって後ろになんかいるじゃん。わかる。あ、ほんと骸骨だ。骸骨、これなあ。うん、のべーっとした骸骨やったじゃん、アイコ。俺だけじゃねえや。アメ島さん、肩重くないですかって聞いてますよ。そう言われてみれば重いかも。早く移動した方がいいとか言って。無理だっつーの。おばあさん的な感じがする。一人年齢高い、あ、バラバラの人が同じこと言ってますよ。あ、そう。一人年齢高いとかおばあさんがいるとか、バラバラの人がバラバラに言ってるのに、うん、整合性合ってる、同時代に。いや、まあ異常だよね、それはね。はい。時間的にもね。どうしよう、本当に。何、どんだけお前心霊写真撮ればいいの、お前は。いや、一応撮っとこうかな。いや、だからやらせでいいじゃん、そこ。何やらせって、どういうことですか。なんかいましたよね、みたいな変なさ、もう閑静な住宅街でさ、はい、適当にでっち上げりゃいいじゃん。おばあさん、おばあさんってみんな言ってますよ。4人ぐらいが全員、なんかおばあさんって言ってますよ、まあ、やっぱ老人だよね。はい。あのバックミラー老人だもん。ああ。なんでお前ガチのとこ連れてくの。いや、あそこガチですよ。だからおかしいじゃん。ウィキとか、なんかネット情報。俺たちやらせで食ってんじゃん。ネット情報読み上げましょうか。うん、そうしよう。俺たちやらせで食ってんじゃん。はっきり見えてる。まあまあ、台本ありきですけど。ペテンじゃん、俺たち。ペテンですけど。完全な。完全にガチのとこ連れてきました。完全な演技じゃん。全部。今までの。ちょっとじゃあ。ちょっと今日、ちょっと待って、ちょっと待って。江ノ島の冬だって、冬の海だって、寒くなかったから。いや、あれは死にかけましたよ。あれはふざけないでください。なんで今日帰らないって。あ、そっか。あ、私明日帰るから。はい、じゃあね。はい。この光もおかしいんだよ。これ、ここ光源がないんだよね、全く。この光わかる？これ、ここ光になかったじゃん。ね、ここ、ここ
真っ暗な、や、もう竹やぶな。変なさ模様なんだよね。なんでここ光ってんだろうね。何にもないんだよ、高原。うーって聞こえた。あ、びっくりした。ワードさんだった。うん。びっくりした。ここから離れた方がいいってみんな言ってますよ。いや、離れた方がいいってどこ行けんだよな。だから、僕の家で送るか、鮫島さんの家に泊まるかですよ。3人で。うん、そうだよ。3人で泊まれば怖くないよ、今日。うん、まあ、それはもちろん間違いない。まあ、間違いない。安排。死ぬまでだよ。もうおじいちゃんおばあちゃんになっても、3人で共同生活で。やだよ、今日乗り越えたとこで明日どうする。今日だけだよ。じゃあ明日どうすんの？え、そこいや、わかんないよ。だって俺たち、みんなつれ、疲れてんだよ。はい。間違いなく。明日さ、ね、ってことはもうこれ3人で、ルームシェアするしかないじゃん。誰か手合わせました？いや。あの、全然全然。合わせてないですか？うん。そうするとついてくるって言うもんね。うん。らしいですね。無縁仏で手を合わせるの。いや、それはやってない。明日さ、お払いさしよう。うん。いやちょっとこれやばいな。それやばいよ。いやこのバックミラーが一番嫌だ。ワド何してんのと思ったもん俺。何撮ってんのって。お前ほんと配信つまんねえのにこういうのに実力残すんだ。でも得意ですね。ね。いらない才能だよね。そうそう。全く金にならない才能ですね。うん。ワド。はいはい。愛子さんのコメント流れるの早いから、うん、サメちゃんに言って、うん、サメちゃん、はい、先寝るね。え？おやすみってこと。はい、おやすみ、おやすみ。ゆっくり読みすぎだよ。タバコちょうだい。いいっす、いいっす。ちょ、やばいよ。コンビニで、いや、構えてる手じゃないって。いいっす、どうぞ。わかった、ありがとう。いいっす。これを、どう見たら、カメラを構えてる手なの？これ。かぶり物かぶってみてるの？どう見ても上見てる老人でしょ。怖いよ。どう見たらカメラを持ってるの？湯たんぽがワトさんブロック解除してる。わかんねえな、目悪いんだよな。え？ん？あ、いやなんか僕の方も映ってるって言ってた。え、ここに映ってるの？3人についてんだな。 DM した、はいはいはい。湯たんぽっていう人が解除してる。解除してるブロック。え？湯たんぽっていう人がめっちゃ DM 来んだけど。わええぐ、えぐいっすか、えぐいっすか。え、見せてくださいよ。ドクロ。どこどこ。ああ、気持ち悪い。こうっすよね。一番下の。え、いや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 。え、真ん中にあるじゃん。違う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 。真ん中にあるじゃん。ここ女の人。ここにドクロあんじゃん、ここに。わあ、ほんとだ。え、なに。じゃあ、ここにも女の人の顔。あるね。新しい。やば。ここにドクロ。うん、ここドクロあるんでしょ。俺に DM？ ここ女の人。もう充電ねえんだよな。これドクロ。シルスバックミラー、何のやつ？いいよ、これ分かんねえ、拡大したやつ。てか、鮫島さんに集約しちゃっていいけどな。じゃあこれドクロだって、これ。ここが目、うん、目、うん、鼻、ここ口元。目がここでさ、さ、ほら、切れ長の。切れ長じゃない、ドクロだって、これ。分かる？だから、これでしょ？違うって。これ、ムクロが地面に置いてあるやつ。ちょっと待って、ほら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 、わかる？ドクロこれ、ここ、うわ、えぐいっすよこれ、うん、これじゃないの？ここの写真でしょ？いや、わかんない、どっか拡大だもん。あ、拡大か。うん、鮫島さんにコメントしてって言ってください。どういうことですか？あ、そうか、あの、ツイッターアカウント。ふんふん、多分。ちょっと待って。はい、コメント。これもそうなんだ。あ、そういうことか。ちょっと待って、やばいってこれ本当に。僕のことブロックしてるからコメント書けなくないですか？これも怖くない？やばい。お箇条したよ。あ、しました。あ、してないって。白い顔なの。ツイッターはしましたよ。白塗りなのこれ。でもじゃあセコンドにしてくんないんだもん。白塗り。僕もタバコ吸っていいですか？だからサムネわかんないって。タバコください。あ、あの、置いてある。どこ？あの、真ん中に。あ、ワード解除したよ多分。見えます？わかんない。今150人っすね、僕。え、150っすね、いつの。すごいね。あ、違います違います。え、僕のとこにコメントしてくれってこと？今今、あ、ブロックしてる。すごい、うん、すごい。合計さ、1万いったわ。やばいな、初めて。すげえ。
完全にドクロだよね。一番行くと今何時間経過でですか。3時間半。リスワン確定だ。あ、いやもう12時間でも一番合計行ってもプレミアムリスワンは3000円ぐらいしかつかないでしょ。そうなんだ。まあ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 3000円か4000円ぐらいしかつかない、ね、まあ被ってるのはつかないですからね。いやコメントする。はい、コメントした。怖い。そういや、これドクロだよね、完全な。気持ち悪いって、めちゃめちゃ来てるじゃないですか。完全にドクロでしょ。やば、これ目の錯覚とかじゃないでしょ、これ、これ、ここ、ここ、ここ。見える？携帯が。怖い、ドクロすごい。怖くない？これ。あれ？携帯がおかしい。やめて。携帯がなんか変なんですよ。おかしい。なんかこれ。え？どういうこと？ね、さ見えるよ。ね、チェナちゃん。完全なドクロだよね。ね、チェナちゃん。ドクロ。え？携帯ぶっ壊れた。ほら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 ここ。これが目。ここが目ね。右肩のところ？ここ？うわ、うわ、ちょっと移動してください。なんで？あかんあかん、ね、移動してください。いや、移動しても変わんねえ。いやいや、これ、ダメです、ダメです、うわ。いや、移動しても変わんねえ。ダメです、ダメです、ダメです、ダメです。早く移動。いや、いるんだよ。いや、待って、いやいや、移動するもないもん。シャレになんないです。シャレになんないです。公民の地図上目指す。いやいや、ちょっと、ちょっと、マジで早めに移動してください。スマホでさ、映しても出る。あかん、あかん、あかん、あかん。いや、わかんない。あかん、うわ、あかん。ちょ、あかんとかじゃなくて。目あった、目あった。目合うわけないでしょ。いやいや、目合いました。画面越しに。気のせいだよ。ちょっとコンビニ行かなくて、明るいところ行こう。明るいところ行ってください。あの、笑いになんないです。目バッチリやった。きつ。あ、きつい。可愛かった。いやいや、きついっす。あ、シャレになんないっす。トラウマ級っす。お前、ほんと詐欺師だもんな。いや、笑えないっすよ、多分。絶対ベルトサッカーさん、3回行かれる。あかん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 。やってないでしょ。あかんかん。ドクロだよ、完全な。完全。うわぁ、あかんかんかん。やめろって、マジ。早めに。早めにじゃないよ、持ち速度があんだよ。目があったんで、僕。目つぶってろ。誰と？かんかん。え、霊感強いの？誰と？え、DM 今見るわ。え、霊感強いの？ワドさん。いや、僕初めてです、こんな、がっつりな。いや、俺もこんなん初めて、生まれて。かん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 。バカにしてない。あ、かんかんかん。だって今まで心霊スポットって言って俺たち自称で言ってんだもん。適当に作り上げてんだもん。出て、うん、まさかこいつガチのとこ連れてくとは思わなかったから、うん、完全にこれはもう被害者だよ俺、うん、あ、やっぱりそこだよね。俺も気づいた。そこだよね。うん、目があった、うん、そこだよね。うん、がっつり目があった。なわけないでしょ。あれはドクロだわ、完全な。うん、ドクロだね。あれドクロだよね。うん、俺の目の錯覚じゃないよ。今日みんなさ、一人で、ね、一人でさ、いない方がいいんだよ、今日。今日は、泊まりましょう。ワドンち泊まろう。もう行けないよ、ここは。もう捕まる。事故ったら危ない。3人いるからダメでしょ。いや、無理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 。もう事故ったら死ぬ。今日ワドンち泊まる。車に取り付いてたら、事故ります。その時は死ぬ。今日はワドンさん次3日までとかに3人で。そうね、ちょっとね。そうね。明るくなって動こう。ね。うん。なるほど、了解です。消えた。いなくなった。やっぱそうだよ。サメちゃんのシートベルトのところに女の人映ってたから気をつけて。だから引っ張られてるんですよ。さ、引っ張ってんだよ。やめてよ、うん、本当にマジで。3回引っ張られたんだよ、俺。引っ張ってないよ、マドさん。本当に俺、そういうの。私、だってこっち信じてないから。こっちでずっと、ね。ですよね。見てくれるの。完全に引っ張ってんの。そう、マドさんの方をね。え、見て喋ってたから。だから俺、和道の仕業だなって思ってるの。だから絶対触ってないよ。いやー、悪ふざけするもんじゃないですね。やっちゃったね。
無縁仏だけで4000です。ギャーギャー騒いでますしかも声聞こえたとかもさっきからおばあさん、じゃあ僕のコメント欄カオスですよ。車内で手を叩いてください。聞いてます。あーそれ言うね、それ言うね。あすごい、みんな消えたっていう。今ちょっと待って、愛子ちゃんみんな同時にいなくなったって、うちの画面の方。今いないの、みんな同時にピタッと出たって。だ、高いから、やばい、ちょっと待って。ちょっと待って。今一瞬、左手握られた。今お前言ったよね、出たって。いや、それで、今出たってコメント欄読んだの。違う、愛子さん、手叩いて。左手握られた。今のやって。ちょ、やばい、運転やばいわ。俺手握られたもん、今。ワードが出たって言った瞬間、俺手に握られたもん。完全に、本当に、ガッて締められたもん。今いない、大丈夫。出たり消えたり。ずっと手叩いてる。なんだ、この車。いや、車のせいじゃねえだろ。おめえはガチの車案内するからだ。いや、だってガチの最強のところ連れてけって言うから。無理だろう、あかんだろう、そんなに。いつも俺ペテンや、俺たちペテンでやってんだから。ロハコさんが一番やべえって言ったところ連れて、喋った。いや、弱いっす。俺なんか霊感ないよ。でもキャッて決まったやつ。つまり干渉し始めた。画面見れない、俺自分の放送画面見れない、怖い。干渉し始めた。もうあとリスナーさん任せたわ。式の大きさは無理、もう無理。式なんか大丈夫。スクショとか撮っといて、そっち側で勝手に。勝った？誰も勝った？次はボディータッチとか激しいっすね。手に入れられた俺。お前が出たって言った瞬間グッてやられた。そうそう、僕コメント読んだだけで、その出たの言葉でグッてやられた俺は。で一緒にかぶったじゃん、俺あって言ったじゃん、はい、握られたから。かぶんねえだろ普通に、そんな合わせらんねえで、はい、一般店舗で言うんだったら分かるけど同時だったもん。逃げろって車の中なんだよ。全力だよ。全力、法定速度で全力だよ今。本当だよ、できる限りの方向マックスだ。もっと飛ばしたいけど事故が怖いから飛ばすな。飛ばしたらダメですよ。やばいやばい、飛ばしたら事故るパターンですから。安全運転で。あかん。霊感ある人手挙げて。この中で霊感ある人手挙げて。誰が見えてるの？首痛くなってくる。ワードさんがいるやな。あ、別に危険か。ハロ、ヒロさんが霊感あって複数いる。霊感ある人であるの、まあ、人魚姫もあんのか。ノリコもあるんだな。キュンさんも結構あるんだ。ドブロは間違いない。サトコさんもあんだ。やだ、豊系だもんね、カリカリさん。この霊、払えない霊だ。なんでお前ガチのとこ案内するの。いや、だって、いや、首痛くなってきた。常に詐欺じゃん、俺たちがやってる。あ、怖い怖いとか言ったら。いや、だってガチのところ紹介しろって言うから。俺振りだろそれ、いつも。なんで今回ガチのとこ連れてくの。いや、面白いかなって。活業ホテルだってガチじゃねえしさ。あ、何にも怖くねえし、暗いだけ。がっつり見えた。霊感ないのにがっつり見えた。やばいじゃん、そこラップ音とか。いや、本当運転気をつけてください。いや、分かってる、俺言ったじゃん、待って、進もうとしない。ちょっと一回、移動しますね。
運転中なんで、それでミーティングしましょう、みんなで。ちょっとこれはちょ、やばいな。首の後ろから霊が入った。なんで全員同じコメントなの。ちょっとやめてよ。全員同じコメントが首に入ったって言うんだけど、なんで見えんの。ちょ、みんな3人同時に首って言うんすよ、何これ。じゃあ本当に言ってんの。冗談でしょ。本当に同時に同じコメント同時に来るんすよ。いや、それはないけど。3人が偶然の確率では、だってずっとさっきからそうなんですよ。声っつったら声で、後追いじゃないんすよ。同時なんすよ、コメント走ってる状況で。タヌキとかね。3体って何。3体ってどういうこと。3人いるってこと。じゃあ3人首から僕の中に入ったらしいんですけど、どういうこと。首痛い。用意されてる。さっきから首ずっと痛いんだけど。窓降りて。窓が降りれば3人いなくなるから。高速いいよ、止めるから。緊急事態だよ。首がって何。ちゃんと最後まで書いて。首が何なの。こんなの初めて。いや、首が痛い。首っつうか頭の付け根、人差し指で十字に3回切って、人差し指で、ちょっと待って、人差し指で十字に3回切る。ごめんなさい、もうがっつり映ってますね。嘘つけよ。いや、本当です。がっつりです。もうダメです。あの、一体じゃないです。がっつりです。さっきと同じです。嘘だ。いや、本当です。やめましょう、もう撮るのやめよう。いや、もうやめましょうじゃないか。いや、マジでダメです。がっつりです。お前詐欺師だもんな。いや、見ます。じゃあ、今見れないか。アイコ見ないよ。今ブックオフ寄ってもらってもいいですか。え、ブックオフ
ブックオフどこにあるの？わかんないですけど、どっかブックオフ寄ってください。なんで？ヌーベー買います。なんで？いや、除霊の方法を調べるんですよ。バカ、漫画だぞ。地獄先生ヌーベー、インターネットで調べろよ、除霊方法みたいな。ヌーベー読んでたら間違いないです、ね、バカじゃねえの。俺ヌーベー全部読んでるわ。おせえはヌーベー読み終わるの。マジですか？その前に死ぬわ。どういうことっすか？加工じゃないの？なんでカメラで加工できんすか？お前なんかさ、その心霊アプリみたいなの入れてさあの、一眼レフでアプリって聞いたことないですけど、なんかあんじゃないの、それあの、インスタとかじゃないんで。ああ、そうか、心霊アプリ。こっち？ちょ、やばくない？本当に左、左ってやめて。今日起こしたと。何なんでみんなで左左左言ってんの？除霊行ったとして、いやもうなんか霊能力者が集まってたらみんな同時に同じこと言うの嫌なんですけど、今度左左左って。だから左ってどうすりゃいいんだよ。左に行けよ。お前俺が左に行くってこと？そういうこと。合わせに何体入り込むんだよ。まあ、ワドは疲れてたのかな。ツイッターに DM した。了解です。あー、気持ち悪くなってきた。車酔いじゃないかもしんないです。気持ち悪い。そう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 、そう、ツイッターの人、そう、そう、さっきからそう、この人、この人。あかん、あかんって。何が。いやいや、もう、ドクロとかいうレベルじゃなくて、女の人、がっつりですよ。そんなわけないよ。いやいや、もう、がっつりっすから。女、老人、ドクロ、3人はいるわけだ。あかん、これは。え、愛子ちゃん、見る？見て、見て。いや、これ、今までの日じゃないよ。あの、こっち側で騒いでるの。だからさっきからずっと俺の、そう、ずっとこれでしょ。え、なに？だってワード。いやいや、鮫島さんは運転集中してください。無理だ、これでしょ。今よそ見できねえ、こんなの。この人でしょ、この人でしょ、この女性でしょ。わかったわかった、この女性でしょ。私ね、音がやばい。やめて。そう、もうどういうこと。この人でしょ。ミニさん、ミミさん見えてる？それサスクショ、じゃあ、これでしょ？ Twitter に。この人でしょ？いや、みんなそうそうって言ってる。この人が一番ヤバい人でしょ？音がヤバいって言ってんだけど、みんな。わかんない。わかんないよ、こっち側もうパニックなんだけど。何がヤバいの？何がヤバいのか具体的に教えて、Twitter あげるよ。あー、首痛い、首痛い、首痛い。録音して、だから、誰か。その、音を。録音とか全部、ちょっと、その人がヤバいの？この人が古い人、やばいの？女の人がやばいの？ちょっと、じゃあ、これツイッターにあげるよ、これ。うん、ミニさん、ツイッターあげるよ。あと見せて。すごいよ、これ、すごい。うん、そんなに？にがり茶？いたもんね、だって私。粉茶、その人？そんなにくっきり。粉茶を飲むと治るの？何？私かと思ったもん。そんなに？いや、もう見ます？今。見せて。ここにいますよね。うん。はい。ああ、もうダメだ。だから、もうずっと映ってるらしいんですよ、これが。寂しい？カテキン？少し塩舐めろ。ちょっと移動しようと。お腹痛くなってきた。とりあえずちょっと止まりたい。ちょっと止まりましょう。え、これ、ミミさん、これツイッター上げていいの？これ。これツイッター上げますよ。なんでこんなことになってんだよ、もう。これ上げますよ。ツイッター上げますよ、僕の。僕のツイッターで確認してください、画像。心霊ナウであげますね。そうリアルタイムで心霊ってどういうことだよ、もう。どうしたらいいんだろうね。心
ねえな。行かなきゃよかった。ワドのせいだな、これは。だから言ったじゃないですか。一番、っていうか右肩痛い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 。なんでやらせにしない。つるつるつる痛い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 。あ、右肩マジで。いつもやらせなのになんで今回ガチなの。いや、だってガチのところ連れてけっていうか。いつもやらせじゃん。そう言いながら。痛い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 。活業ホテルだってやらせじゃん。痛い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 。あんなの。なんでやらせ三昧の俺たちがガチやっちゃうの、はい。いや、だってガチがいいって言うから。ダメじゃん、俺たちは怖くないとこで怖い怖い言うのがゲイじゃん。今ツイッターにあげました。え、まだ映ってんの？眠い。眠い。よく寝れるな。よく寝れるな。ほんと。ずーしいな。眠いって言いやがった。眠い。寝ていいっすよ。朝6時だからだったな。やばい。いや、もうすぐ着く。声が聞こえた？ナビの声じゃないの？多分ナビの声。ナビの声でしょ？ナビの声でしょ？ナビの声でしょ？低い声？いや、低い声。低くねえな。まあ、高いな、低い。みんな低い低いっていう。いや、低いって言われても。なんでみんな。アイコじゃない。見ない方がしたら、さっき目バッチリあったから。嘘。マジで。いや、何ちょっとこれタイムシフトどうしたらいいの。悪ふざけは絶対ダメだと思う俺。女の声。アイコ、いや寝てる今。え、サメさんは放送してないですか今。してないしてない。え、こっちのコメント欄カオスなんですけど。ちょっと何いる。え、350人いて。そんなにいんので、コメントバーって走ってるじゃないですか。ああうん、で、バーって走ってて、うん、右左左左とか同時に来るんですよ。あ、まあ、声声とか低い低いとか、そんな感じなんですよ。だからもうみんな見えてて、女性だとか、あーとかうーとか、同時に来るから怖いんですよ。嘘だよ、もう、ね。いや、だって、口裏なんか合わせようがないじゃないですか。まあ、そうだけど。リアルタイムで。なんで？あー、聞こえる？何もう。あ、もう着いた。もう着く。やばいの？やばいのは知ってるよ。あ、首痛い。あー、気が済むんだな。そんな気がしてきた。神社によるといい？ちょっと一旦落ち着こう。一旦ワドンチでミーティング、ちょ、緊急ミーティング。安いパーキングお伝えしますね。あ、ほんと？一番、まあ、結構高いですけど。いくら？なんだったっけな。深夜帯でしょ、でも。朝まで1500円ぐらいかな、1800円。あ、まあ安い安い。まあまあまあ。聞こえんの？声が。え、それナビの声でしょ？ナビがいないよ。ナビでしょ。ナビの声でしょ。ナビが読み上げじゃないの？ね、ナビでしょ。いやナビの声じゃなくて？あ、じゃ、読み上げの声でしょ。多分読み上げ以外いないの。読み、うめき声？やめてよ。うめき声？若い女？若い女？女の声？違う、読み上げの声でしょ？読み上げかナビか。違うの？何？もう。めっちゃ知ってる。何？本当に聞こえてんの？嘘でしょ？違う、みんな同じこと言うんすもん。低い声でブーとかうーとか うなり声がずっと。さっきの顔の人？もしかして。さっきの顔の女の人？おそらく。あーとかうーとかずっと言ってるらしいですよ。さっきの女？本当に言ってんの？苦しそうな声。何？もう。何？行かなきゃよかった、本当に。何やってんすか、まず。わぁ、おめえだろ。ナビの声なんない？わけわかんねえとこ案内しやがって。あ、ここか。その辺っすね。で、そこ、うん。間違えた。うん。ちょ、焦ってる。はい。ゆっくりでいいっすよ。もう、ここは、あれなんで。え、ピャーって言ってんの今度。何うめき声って。もうやめて。怖いんだけどマジで。ブレアウィッチ状態。いやだってさっきからもうずっとおかしいんだもん。鮫島さんが引っ張られた時から。いやマジでベルト。手触られるし。マジで。
本当に俺そういう冗談言わないから。あ、首痛います。え、で、どこで、どっかで左、あ、わかります。あ、どうするの、言って。次かな、次左に入れる、どこだったっけ、どこだっけ、どっか入れるところあるんですよ。まあ、じゃあナビ通り行くか。はい、ね、あ、それで大丈夫っす、うん、はい、いや、どうしたらいいんだろう。何和道が全部悪いんだろうね。なんで僕のせいなんすか。お前が案内したんじゃん。いや、案内したら怖いところ連れてけって言うから。 いつもネタだろ。ね、ネタだろって。一回も怖いとこ行ったことない。だからそうやって煽るから、本気のやつ。だから言ったじゃないですか、本気の、本当にやばいところ連れてきますって。本当にやばいとこ連れてっちゃ死んじゃうでしょ。あ、そこだ。あ、いいや。そこです、そこです。あ、このパーキング？そこ、あ、違います、左です。で、どこ右だったっけな。どこだっけ。そこを右かな、突き当たりを。ナビ通りか。はい。なんでお前ガチのとこ連れてくんだよ。ちょっと一回止めましょう。一回止めましょう。ちょっとカオスな状態。コメント欄が異常な状態なんで。バチ当たりな、俺たちがガチのとこ行ったら死ぬに決まってんだろ。まあ死にますね、これ。で、突き当たり右ですね。突き当たりを右。ドン突き右で。そこにパーキングあるんで、そこに止められなかったらちょっと、やばたんですね。おどん付き右ですね。うわ、敷地からの電話。ちょっと待って。はい。もしもし。何？何しようと？今ちょっとそれどころじゃない。なんで？ちょい先です。あの心霊写真ガンガン撮れた。そこですね。タイムズ。あのドクロとか。左やばい。何左？いやだから。ダメだ。ああダメだ。ないか。うん、どうしよう。うん、そう。一回出ましょう。一回出て。ちょ待って。向こう側にあったよ、なんか。一回出て、ナビ通りに行くしかないです。ここ以外わかんないですね、僕。いや、向こう側にいなかった、今、駐車場。裏っすか？うん。裏はもういっぱいだったの。行けないのか。はい。え？行けるわけ。呪い渡しましょうよ。え？呪い渡しましょうよ、式に。だから、ワドの家まで来て、新宿から歩いてこれるから。え、行きましょうよ。どこにいんの今お前。え、新宿でホテル取ったよ。で、そこ行っていい？いいよ。向かい行きましょう。じゃあ分かった、じゃあそこ向かうわ。あ、ホテル特定すればいいじゃん。じゃあ言わなきゃいいんだべ。その次はバレないよ、入ってね。当たり前でしょ、そんな。あの、ガチでそれどころじゃないから、俺ベルト引っ張られたり。いや、今ちょっと大変なことになってるんで。さっきからすげえ干渉されてんの、俺運転中。このまま家帰るの、家危ないの、このまま。え、いいよ、しきちゃんに全部共有させよ。ちょっととりあえず、ゴジラ前に行け。え、塩かとか。塩ある。ミネラルウォーターが必要みたいな。塩はあるけど、ちょっと、あと線香もあるんだけど、ちょっと、とりあえず、ちょっとね、心霊写真がバカみたいに撮れてる。ちょっとね、ワドにガンガン撮れる。いや、もう、心霊写真どころじゃないですよ、ね、画面にずっと映ってるから。すく、頭痛い。こういう演技だよ。痛い。こいつは演技だよ。だから俺はこいつにベルト引っ張られたと思ったんだよ。3回引っ張られたんだよ。頭痛い。で、俺怒ったんだよ。お前、そういう立場ない。あかん。やめよう。ごめん。そしたらこいつタバコと灰皿持ってるから。あかん。悪ふざけダメ。あれと思って。だとりあえずゴジラ前に行け。かん。今、いやもう、いて、今から。わかんない。5分から10分ぐらい。何もなきゃ。はい。やばくない？やっぱ頭痛いっす。なんでワドを案内したの、あんな場所。あんな危ない場所。いや、だから本気のところ連れてきて。俺たちはアンチで、怖がるのがネタでしょ。だって呪われろって言ってたじゃないですか、本気のところでネタ。それは毎回言うじゃん。毎回言うけど。本当に呪われたらダメだよ。いや、ダメですよ。リスナー大騒ぎしてますよ、もう。ガチでダメなやつじゃん。リスナーなんかもうすごいことになってますよ、みんな。いや、俺がすごいことになってるよ、今。家帰ったらダメだそうです、今、この状態では。じゃあ、資金とこに行こう。資金ところに行った方がいいみたいです、ね。そうだね、みんな巻き添えだ。みんな。お裾分け。なんでワドは今回に限ってガチのことあんないですよ。いや、ごめんなさい。それはすいません。マジで。それはすいません。それダメだよ、本当にマジで。いや、マジでブレアウィッチプロジェクト状態じゃないですか。本当に。これ、俺たちの自宅になるかもわかんないよ。いや、本当にこれやばいっすよ、これ。ガチでドクロとか映ってんもん。俺、なんか多分、
なんかそういう、なんか見えちゃう現象かなとか思いたいけど、絶対映ってる。なんでほんとこういうことしてくれるの、縄道が。お前、捨て頃まで生きらんねえぞ。どうすんの？お祓い行くにしろ、断られたのどうすんの？あ、無理ですよ、みたいな。いや、わかんないですよ。よくあるじゃん、少なくとも僕の中に4体入ってるみたいですよ。すげえな、お前な。すげえ取り込んだ。まあ、たいです、今。新宿ってこんな暗いっけ？なんか暗くない？こんな暗い新宿。いつもより暗く見えますね、なんか。暗いよね。暗いですね。闇だよ。てか、視界がなんかぼやけてます、僕。マジか。俺はくっきり見えてるけど、なんかすげえ暗い、今、新宿が。もうこんなもんなんかな、夜中は。俺は今んとこベルト引っ張られて手握られただけ。肩は、わかんない。かっきり見えてるもんね、ドクロね。いや、組長とかどうでもいい。荒地郎ってか、塩はね、愛子がかかってきた、イクが。今、イクはね、夢の中。え、どうすればいいのこれ。ひどんなお笑い、お払いできんの。いや、ひどんなはあれはやらせだもん。やらせですか。だってあれ絶対映ってないもん、何も。俺たちの映ってるもん。いや、もうパニック状態ですよ、僕の枠。ひどんな呼べんの、お前。ひどんな繋がってますけど、呼んだ方がいいのかな。じゃあ呼んだ方がいいんじゃない。呼ぶっつってもあれっすよ、あの向こうの方っすよ、あのなんだっけ、野田とかが住んでる、あの金梅さんとか住んでる方っすもん。亀有とか。あ、向こうの方だったと思いますよ、確か。あ、そうなんだ。相当いいっすよ。まあでも、このままいったら死にますよね、多分。いや、死ぬでしょ、完全に。俺たちに明日は。塩もう舐めた方がいいの。もうちょい引っ張るわ。もうちょい引っ張るわ。あ、たまに、手マジで。かも。声、またしてんの？今度また声始まったの？声なんかしない。いや、さよなら。今までありがとうございました、本当に。あの、こんな形で俺配信やめたくなかったけど。目あった、目あった。もうやった。お前ね、姉だろ、寄り目なんだから、ね。違う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 。もうがっつり見てる。目あっちゃったよ。絶対そう。だから俺には見えないもん。どこだ。俺には見えないもん。ここだ。俺には見えないもん。じゃあ、それはお前について。ここでしょ？ここでしょ？ここで合ってる？俺には見えない。ここでしょ？いや、俺には見えないから。最後はね、眠ってます。合ってる？眠り姫。こしょ？いや、絶対おかしいでしょ、これ。うわ。いや、愛子はね、今疲れてる。このババアはね、大したもんだ。正面しようとしやがったからな、こいつ。ガンって。ほんと、おしっこしようとか言い出して。やめろよ。ほんとにやめろって、マジ映ってるからって。あの時はこんな見えなかったけど。あと、そのカメラやばいかもね。なんか、取り憑かれてるかも。お前のカメラはすごいな。もう、延長はできない。ちょっと待って、一回四季と合流して、ホテル行くから枠は取んない。ちょっと一回。特定が怖いんだからさ。心霊写真なんてこの世に存在しないと思ってんの。まあでも多分俺を呪うよりも和道を呪った方が面白いと思う。多分本当に大丈夫。和道はい、な、歌ってなんか歌う、なんかそういう感じにしないと。歌ですか。なんか歌わないと。そういうのでジャッキ払おう。はい。なんだろう。歌。手
テンション上げていかないと。うんばばうんばうんば呼んでる。いいよいいよ。うんばばうんばうんば歌ってる。いいよ。真っ赤な真っ赤な太陽を追いかけて走っておいでよ、うん、パラダイス。これ結構聞いたんじゃない。そよ風リズムでヤシの木が踊るフラダンス。真珠の貝殻浜辺にいっぱい集めよう。イライ痛い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 。イライラするなんていけないよ。もう何にも心配いらないよ。痛い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 。大丈夫もっといけ。負けるな。今戦ってんだよお前は。歌詞忘れちゃいました。歌詞忘れちゃいました。痛い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 。だからしてことみんな負ける。ツイッターまたツイッター見んの？もう見たくない、ね。もう見たくないんだけど。もうバンバン来てて。僕たち死んじゃうよこれ。俺らが見たところで何にもならないからな。うん、ああ、映ってますね、だよね。そうそうそう。俺らその部屋の中にいるから。映ってますね。対処法とか教えてもらえ。痛い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 。首が痛いって。嘘だ、お前。突然すいません。いつもワドさんの配信見させていただいてます。ワドさんが心配だったので DM させていただきました。はい、今、愛子さんの配信見てます。稲川淳二さんは心霊スポットの収録が終わったら必ずワンカップのお酒を体を清めるためにアシスタントの女の子スタッフのみんなで毎回飲んでるそうです。それ晩酌じゃん。よかったら参考にしてください。どうか帰りは気をつけてください。それ今いるこの情報。あんまさん、しかも飲酒運転だから。飲酒運転だから8時間は運転できないから。それなんかファンレターみたいなやつ。なんでその今この状況でなんでいつも配信見てますの挨拶文があるの。しかも俺の放送見てないで愛子の放送見てんじゃん。もうわけわかんねえ。もうそれその DM をなんで今見てって言ったの。なんで今カマチョカマチョでしょ。痛い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 。完全にドクロだよなこれは。かこれ絶対ドクロだよ。あ、急に軽くなった。そんなもんなの。いや、急に軽くなった。明るいからか、ここが。わかんないです、わかんない。急に明るい、あれですよ。首痛みなくなります。新宿しかねえよ。え、なんでなんで。明るいから。いや、急に撮れたんですけど、今。明るいから。うわ、そう。ホットブルだ。なんで？左ダメね、オッケー。でも右にもいるんでしょ？こっちにもいるって聞いたよ。まだいんの？マジで？ありがとうございます。左がやばいんだ。みんな左やばいって言ってるね。え、ひどんなはどこにいんの。ひどんなはちょっとひどんなに例のもう藁にもすごい。ひどんなは配信中。ひどんな配信中。そう、ひどんな歌舞伎にいる今日。いないんだろうな。こういう時いないんだろうな。ひどんな俺たちは死ぬんだろう。都合よく2丁目とか歩いてねえかな。ひどんな俺たちは多分死ぬんだろう。死ぬ。このまま呪い殺されるんですかね僕ら。まあ、配信中どこにいる。まだ映ってんの。ワドは確定。もしもう死ぬんすか。だってワドだって4体入ってんでしょ。4体入ってますね。やばくないそれって、はい、5P ってことでしょ。 5P ですよ。完全に 5P だよね、はい。ワドは死ぬよね。ワドのことみんな好きなんだよ。なんか疲れやすいみたいですね。いや、そういう体質なのかな。うん、
連絡入れて、いや静かに深呼吸しろ。誰だろうベルト引っ張ったの。いやそう、僕じゃないですよ本当に。いやタイムシフト本当に検証したら分かりますよ。絶対に絶対、はい、こうやって引っ張られたんだよ。ナイスナイスナイス、全然ナイス。それやばかったあれ。女の人言い過ぎなんだ。いや絶対俺そんな冗談言わないからね。いやだから僕もなんか急に八つ当たりされた気分でしょ。当たり前でお前がいないもんな。まあ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 、もうそれ以外だって後ろにいないんだから、おやめろよってなるよ。お前ちょっと立ち悪いよそれみたいな。東京都迷惑防止条例違反および新宿区の条例違反です。甘い誘いはその場で断りましょう。こちらは新宿警察署です。やっちゃったなワド、お前な。俺たちは八百長じゃん、いつも。なんで今回本物持ってきたの。今度は右に移ったの。何右に移ったの。今度はめっちゃ移動してんじゃん。いやもうみんな同じタイミングっすよ。僕の放送見てくださいよ。コメ欄引きますよ本当に。全く同時に同じ、そう、もうこんな感じがずっとなんですよ。下バーッとスクロールしてくださいよ。ずっと同じタイミングなんですよ。500人だって。わど何年ぶり500人。いや初めてか。3年ぶりですよ。あーもうやだ目あった。また合わないよお前、目は寄ってんだから。ああ、なんなんマジで本当に。ワド疲れてるな。いいの。いや怒ってるって言われても俺コメント読んだだけなんだけど。途中まで来てくれるのに。なんかな、和道はもう死ぬとしてカメラ売っちゃおうよ。何言ってるの。お金にして。いや俺が喋るなんて分かんない。なんかコメントが統率取れてることがあんまりないからよく分かんない。和道さんが鮫島と愛子よりも多い一番。やったじゃん。はい。ちょ待って。はい。嘘だ。俺も見えた。いやだからもう、いやそれどころじゃないです。それもうあの一体ですからね。見てた。お前のこと見てた。4、5人いる一体ですからね。あのさっきやばかったっすよ。だって今画面が止まって更新された時なくなったもんそれ。ああ歌舞伎町にいるのかどうか知りたいんですよ。いや近くにいたら合流できたらなと思ったんですけど。あ、来てもご足労願えたら。うん、あの遠すぎるんで歌舞伎町にはいない。あ、じゃあなんとかします。大丈夫です。じゃあもう和道は死ぬからもう今日でしょうがない。それはね和道。まあしょうがないですね。じゃあなんか最後になんかそのなんか一言皆さんリスナーさんにやっぱお別れなんで。まあ花火欲しいですね。だって死ぬんだからいらないじゃん。いやいや、まあそこ盛大に。死ぬんだからいらないんで。そういうことじゃなくて、その今までのお礼だとか、いろんなそういう。足立区か、ちょっと遠すぎるな。どこにいるの。ひーちゃんは足立区だって言ってますね。ちょっと遠すぎ。もう終電ないしな。終電ないんで。いや、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫。ありがとう。あー、首痛い、首痛い。休職症だ。休職症っすね。人のこと言えないじゃないですか。ここにしよう。え、迎えに行くんじゃないですか、しきちゃん。あの、じゃあ、ゴジラ前。ああ。あ、なるほど。またこいつが来たんだけど。
これ降りるパティですか。いや、中まで出ちゃう。あ、了解です。また新宿来たの。そう。なんでなんで行けないじゃん。ワドン家に向かったの。で、ここから近いので、式から電話があって、うん、ちょ、来てって言うから、俺たち式になすりつけんの、幽霊。そんで式で、俺たちは幽霊から解放される。そんでで、式が死ぬ。式はどこ、これどういうシステム。で、今こちら前配信しないでね、ちょっと。だってもうさ、終わったみたいな。終わった終わった、お前の配信。じゃあ、後悔してほしい。ちょっと、まだ配信しないで、あいつと合流して、うん、僕、この中で待ってればいいですか。ワドはね、はい、私はあの、アイコ行こう。ワドはこの車で待って、配信して、はい、了解です、うん、これ、地下とか行きます。いや、上行く。上行く、あ、了解です。いや、降りろ。え、降りろ。降りるんですか。当たり前でしょ。ちょっと、わかんないですよ、システムが。じゃあ、怒られるから。え、ちょっと待ってください、わかんないですよ。いや、わかんなくなるよ。はい、はい、でも異常ないけど、こうやって、はい、こうやって引っ張る。あ、怖い怖い怖い。え、下なの。だって、そう、こっからサメ島さん、サメ島さん、これ、こうやってやってるじゃないですか。こ上からしか行けないですよ。いや、下のこれをグッ、グッ。いや、ありえないです、ありえないです。ここ俺だから、こうやってやってるもんだと思ったの。こうやって、怖い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 、これを3回、怖い怖い怖い、ですごい力でやられたの。それは怖い。いや、それはない、それはない。自分のなんか、スレとかじゃない。怖っ。ワドやめろよ、つって。それは怖いですね。で、怖いから、怒鳴るしかない、はい、それは怒鳴りますね。それ、でも、いや、やってないです、そんな。マジで。それは怒りますね。3回だもん。さすがに。ワド君、ワド君、はい、帽子落ちたよ。あー、すいません。それ、怒るでしょ。冗談にしても、力強いの。え、愛子ちゃんは。え、愛子さん。あ、愛子さんいたから。あ、ね、ね、やばいよね、毒よね。あ、じゃあ配信止めて、ラジオ。え、あ、そうか、駐車券。え、ラジオにすればいいですか。え、ラジオ。はい。で、俺たちの奥さんな、はい、お前、塩持ってきてねえべ。あ、まあいいや、まあいいや、いいや。今さっきの駐車場着いた。あ、ちょ待って、
はっきり見える。くっきり。えぐいぐらい。あと、女の横顔。あれ、ちょっと待って。やっぱね、原版、あのね、まあ、一番これ。何やってたの？何もしてない。部屋の中にと。一番これ。これ。これ、ここに、あの、この、なんだ？これだ。ここ車の中にこんな置物ないんですよ。あのね、ツイッターわからないんで教えてほしい。はい、了解。ちょっと待って、今コメントするわ。何頑張ってるよ。次の放送に。こいつブロックするからさ、あれ電波入んねえ。あ、すげえ電波悪いな、ここ。え、Wi-Fi あるよ、部屋。しかもお前、あ、お前いちいちブロックするからめんどくせえな、しかも。特定するとか言ってくるじゃん。お前が悪いんじゃん。あ、充電器あるっていうか、もう充電がないんだよね。コンセントあるんじゃないですか、ね、いや、コンセントがないのよ。どこにあるの？え、ここ。そんなことないでしょ。そんなわけないでしょ。ガチ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 。あ、テーブルの上か。どっかない？いや、ないわけないよね。うん、普通。あ、普通であるじゃん。うん。今、コメントしたんで。今コメントしたそのこのサメ番長が僕の、ツイッターアカウントにもなるんで、うん、この KKKA を、フォローしてもらえ、フォローしなくても見れるけど、あのね、ちょっとやばい、本当にガチで。で、なんかいきなり LINE かかってたんだよ、式から。ね、うん、ワドね。はい。え、ワドさん、あるよ、充電。充電あります？こっち、ありがとうございます。あ、俺も充電したいんだよね。あ、僕大丈夫っすよ。あ、じゃあちょ、俺のして、アイコン。うん、これ。うん。見えた？見た？バックミラーのワドじゃないの。ワドはもっと太ってんの。あ、ヨネツ・ゲンブリーってのが俺。うん。ちっちゃなライン見てたって。ヨネツ・ゲンブリー。電話来たんだもん、ラインが。だワドんちで、もう最悪3人でルームシェア始めようって話してたの。もう家帰りたくないから、怖いから。ね、これからさ、飲み物。あ、飲み物、置いてある。どうすんの。いや、ありがとう、いただきます。肩がずっと痛いです。ガチで、だってドクロ映ってるもんね。いや、ドクロどころじゃないですよ。女の横顔。あ、それ僕のっすよ、僕大丈夫っすよ。僕のはそっち、はい、銀色の方。こっちか、うん、こっちか。そう、見ます、リスナーさん。あのね、一応ね、ツイッターアカウント最新のツイートの方が分かりにくい。あのね、分かりにくいのと、はっきり映ってなるよね。ガッチガチのドクロ。てか、映りまくってるみたいですよ。うん。いや、連れてきましたね、僕たち。で、俺、運転してたの。で、現場から離れて。え、ワドさん、ヒドンナさんには連絡したのかしら？どういうこと？新宿行こうとしたの。ちょっと待って、俺、ヒドンナさんに連絡しようじゃなくて。ちょっとね、多分ね、宣伝じゃないから、俺のツイッターアカウントに。俺から言ってないから。ベルト引っ張られたの、後ろから。リスナーが勝手にヒドンナ、お腹の方の、肩の方じゃなくて、お腹の方のベルトをグッグッグッって3回引っ張られたの。そうらしいよ。だから、ワド怒ったの、俺。それ、悪質だぞって。俺、運転したのにって。いや、俺何も知らないですって言った瞬間、禁煙じゃないでしょ、ここ。禁煙じゃないでしょ。うん。禁煙か、ここ。え、禁煙なの？お前だって明らかそれ。お前やったな。お前、製造しろ、ここで。あ、倒すか。お前。やってない。これ、外ですってきたやつ。お前やったな。やったな。お前、ここ製造しろ、お前。おい、禁煙の、禁煙の部屋なのに。おい、してない、してない、おい、こいつ禁煙の悪いやつだよ、こいつ。してない、してない、知ってる、してない、してない、これを灰皿代わりにしてますよ、これ。してない、してない、してない。おい、いや、今、ねえ、今証拠したの、見せろ。今、落ちてる。おい、あいこ、捜査官、おい、令状。触んないで、触んないで。だから、女が今、来てるか。ちょ、触んないで。この音量喋ってたら、隣にめっちゃ聞こえるよね。おい、あいつ禁煙部屋で吸ってんぞ。ないよな、禁煙部屋。それないよな、最低。あいこ偉いよ。ここは喫煙部屋ですかって聞いたよ、こいつは。うん、吸う前に。ちょ、ていうか、灰皿がさ、ないからさ、おかしいなと思ったんだよ。そしたらこいつマグカップに灰皿、ヘビスモーカーなのに。どうやろう。今ね、もう禁煙部屋多いよね、サメちゃん。東京やめやめな。あ、こいつ悪いよ、ホテルバラそうとしてんの。バラさないよ。サメちゃん、
ちゃめちゃ腹立つ。悪いやつ。本当にやめて。脅しだよな。脅迫だよな、ずーっとタバコ吸いたいのにこっちだって。うん。まあ、しょうがない。わかった。ちょっと、心霊スポット行こうよって言って。3人で。で、ちょ、ワド結構詳しい。違うよ。ちょ、もう。いただきます、ワドさん。あ、乾杯。お疲れ様です。はい。いただきまーす。はい、お疲れ。なんで、サワー飲むのかよ。で、それで、じゃあなんかガチの心霊スポット行こうね。いつも俺たちはどこでもないところを心霊スポットに見立てて、え、式はね、ブロック解除ですねっていうのが、そう、式はブロック解除してくれた。で、俺はその振りで言ったら、こいつガチの心霊スポット連れてきやがって、無縁仏が4000体ぐらいお墓があって、で、そこで行ったので、じゃあ墓場で、墓場っていう、要するにあのアイコンをモデルにして、墓場に墓場ババアがいて、墓場で墓場ババ、墓場で墓場ババっていう、あの、そういう企画やったの。墓場で、ガンガン心霊写真が写るのね。シャッター切るために心霊写真。あと、蛍光灯。そう。で、和道と二人、俺がいて、愛子が懐中電灯とか光源持って上登ったの。で、中空で俺と二人で、あ、こんな画角いいのねとか言ったら、和道が気配させて、後ろ振り向いたら、今までついてた電街灯が点滅してたの。で、鮫島さん、あそこさっきまで点滅してましたって言って、ちょ、黙れってお前。早田がちょうだい。って言って、で、いや、あ、点滅してたら、多分そこ通ってきてるから、気づくから、いや、点滅はしてないよって言って、ちょっとマジよ。いい加減にしろ。じゃあ写真撮ろうって言って、和道がカメラ向けた瞬間、電気がついたの。で、そこに顔が映ってたんだよね、その写真に。マジか。え、DM 来てないんだけど。全力で。うん、DM 来てないよ。今、撮れた。おい。違うよ。いい加減にしろよ、何がだよ。これ捨て頃が始まるぞ、これ。俺はタバコ吸わない。今、タバコないんだもん。家に置いていっちゃって。ガチで映りまくってな。ワドがシャッター切るために心霊写真撮るんだもん。こいつ、才能あるよ。絶対。マジか。うん。なんか、昔そうだね、こういうの撮ってたもんね。取り憑かれやすい体質みたいです。あ、そういうのあるっていうよね。憑依体質みたいな。もう超憑依体質らしい。あるあるある。俺は吸ってないよ、タバコ。私も DM した？俺は吸ってないからね。いや、そうだね、声の通り、声の通り、私さ、宿泊者だやばくない、あの心霊写真の数々、ドクロが写ったり、女の人が写ったり、老人が写ったり、どうなんだろう。俺は霊感ないから分かんないけど、モラルの問題だよな。分かる分かる、俺はそれは分かる。俺は良くないと思う、タバコ吸うのは。なんだよ、だってここの清掃すごい金かかるよ、タバコ吸ったり。変更。なんで俺タバコ吸ってるのに俺のせいになるの。このこいつが吸ってんだよ、一番最初。間違えた。間違いはねえだろ、何かって言うんだろうよ。本当に間違えます。反省してんの。はい。もうしない。しません。でタバコ募集。もうないです。いや、タバコ募集持ってます。いや、マジで。じゃあガサガサだな。いや、ガチでない。じゃあガサ、ね、はい、不敬さんね。いや、不敬さんじゃないから。で、俺たちがここに来た目的は、ね。え、言うの？まあ。何？まあ、あ、ね、その、四季が呼んで、で、じゃあ行くわと。で、まあ、本心は、ここに幽霊置いて帰ろうかな。うん、そう。意地悪？うん。あれ、性格悪いじゃん。楽しいから。でも、マジやばいよな。シャッター切るために全部心霊写真だもんね。全然楽しくないし。でも俺たち助かる。ね、和藤さんが、うん、ね、シートベルト引っ張ってないのに、そう、めっちゃ引っ張られたの。3回。で、俺もうブチギレで、和藤に怒ったの。お前、そういうのやめろよ、っつったの。私と和藤さんが喋ってたもんね、俺ね。完全に引っ張られた。あんなにね。グッ、グッ、グッって。で、その後、俺手握られたもん。俺、こうやってタバコ吸ってて、もう完全にグッってなって、あ、もうダメだと思って。大丈夫、軽くなった？ワードさん首痛いっす。まだ痛い首。だってワード俺二人でいたじゃん。本当写真見た瞬間もうやめようって言ったもんね、うん、がこれダメだ、笑えねえわと思って、うん、だって見たでしょ、みんな心霊写真、うんうん、サメちゃんのツイッターに DM してました。本当了解。その話飽きたわっていうか、その話しに来たんだよ、俺たち。うん、どうでもよくねえよ。うん、呼ばれたんだよ、俺。
丸さん通報されてで、なんで俺知ってないのに共犯なんの。うん、うん、禁煙はやめな本当に、本当にそれはここ禁煙なんだから、うん、そうだね、でこいつが借りてんだから、うん、そうだね、タバコの匂いわかるじゃんすぐ、うん、部屋チェンジしてもらおう、喫煙部屋に。でも吸っちゃってんじゃん、知らなかったんだ。え、なんで知らないわけないじゃん、入ったのない時点で分かる。喫煙部屋取らなかったの。知らない、今多分全面禁煙じゃないの。いや違う違う、あるあるじゃん、うん、開いてないからこう転んだ。いや違う違う、あ、開いてない。じゃああんのになんで禁煙にしたの。わかんない、わかんないじゃないよ。なんかとりあえず一緒に、あ、それでいいじゃん。で、わかんなかったらマグカップを灰皿には使わないよね。いやいや、違う、あ、電話してって思ったの。いや、電話して灰皿ありませんかって聞いた。ガチでこれかな。何、揺れてる、何、揺れてる。うん、揺れてないよ。今揺れたよ。うん。あ、ほんと、量が。うん。それはだって、違うでしょ。あのマグカップはどう見ても灰皿じゃない。じゃあ、アイコのそのカップが灰皿にしようよ。だから、ここは禁煙なんだ。間違えた。そうだった。な、どういうこと。なんでタバコ吸うのに禁煙。いやいや、間違えた、間違えた。もう間違いないじゃん。禁煙と禁煙。じゃあ、ちょっとチェンジしてもらうわ、部屋。もう遅いでしょ、遅いよ、吸った時点で。もうこの時点でこれ、医薬品やろ。吸った時点で。いや、だからすいませんでしたって言えばいい。だってこの匂い取るの大変だよ。もう俺、明らかわかるもん。これでもう、いや、ごまかせないと思うよ俺は、うん、本当にね、医薬品だよね。もう朝窓開けて、もう今開けるしかないよ。もう朝開けたって何も取れないよ、うん、いや5日間取ってる、うん、ここ、うん、はぁ、いや5日間、まあそうか、まあそうだよね、うん、あ、そうか、禁煙部屋の方が安いのか。ああ、吸っちゃダメだよそれは。吸わないとってか俺でもわかるもん、もうタバコの匂いすごいもん今。うん、それはなんでそういうことやっちゃったの。わかんなかったら無理だよ、それ通用しないよ。で、わかんなかったらフロントに電話して、あ、灰皿ないんですけどってなるじゃん。おかしいよ、ね、おめも吸ってんだよ。まあそうだね、おめも吸ってんだよ、うんうん、で、マグカップは明らか取っ手がついてんじゃん、灰皿の形じゃないじゃん、深さ的にも。で、しかも置いてある場所も 3P と。それダメじゃん、だってね、母親で例えばバレなきゃいいやとかそういう感じでやってるのかもしれないけど、だからフロントに言うから、そういう態度、うん、だからフロントに連絡して言う、全部。なんでこういう態度取るの、うん、全部言う。僕間違ったこと言った今。なんかさ、逆切れされてんだけど、僕間違ったこと言ったかな今、うん、うるせえな、本名書くな。僕間違った今、うん、で、今お前がフロントに電話したら俺たちがいることもバレるわけだ。うん、で、喧嘩しに来たんじゃなくて。そうだよね、俺はタバコを吸う吸わないっていう話は全く興味ない。なんで喫煙ルームにしないの。なんか間違えたって言ったじゃん。いや、間違いもないでしょ。そうなの、ずっと責めなくてもいい。違う違う違う、責める責めないじゃなくて、ずっと責める必要ないじゃん、間違ったっつってんだから。分かっててやってんだったらおかしいけど、間違ったっつってんじゃん。え？そう、あやこも吸ってるしな。え？間違ったっつってんの。え？間違ったって。俺呼ばれたんだよお前に。俺呼ばれたんだよ LINE で、電話かかってきて今から迎えに来てって言うから、うん、でワドンちのもうねすぐそばだったんで、だから灰皿かと思ったの。いや、思うわ。何、え、これ灰皿と思う人います。これをこそう、おしゃれな灰皿。いや、こんな灰皿俺見たことない。おしゃれな灰皿じゃない、おしゃれすぎんだろこれ。これを灰皿と思う人、多分100人、喫煙者100人に聞いて100人
や、これ灰皿じゃないですよ。おしゃれな灰皿だから。未だかつて見たことねえよ、こんな灰皿。34年。これはマグカップだよ。それマグカップだよ、売ってんのは。おめえが灰皿に使ってんだよ、それは。これ、間違いようがないよ。間違えた。いやだから、うん、なんだろう。間違いはないよ。え、どういうこと、ま、え？うん、そう、歯がない。いや、攻めすぎでしょじゃなくて、ね、うん。いや、攻めすぎでしょじゃなくて。なんで？攻め、じゃあ何？仕切りすな。何言ってんの？おかしいでしょ。しつこいんだって。しつこいも何も。ないじゃん。おかしい。おめえもだよ。もうだってここ喫煙しちゃったんだよ。禁煙ルームじゃなくなったんだよ。もうたった今、思って。喫煙ルームで貸してた部屋が、あ、禁煙ルームで貸してた部屋が、たった今、喫煙ルームになったらもう、じゃ吸っちゃったから。ってことはさ、うん、ね、うちら来なかったらずっとさ、5日間ここに住んでたってこと？だから多分、朝比奈の部屋も禁煙ルームだったの。それでこいつはそれを真に受けてやってんの。違うねって。違くねえべ。じゃあなんでこれはお前の独自の判断？これやったの。お前がバレなきゃいいかと思ってやったの、ね、バレなきゃいいか。いやだってこれ明らかで無理でしょ。間違えたっつって。間違いようがねえっつってんだよ、だからこれは。あ、延長。しないの。なんでしないの？お前都合の悪いことから逃げんねん、そうやって。ね、はい、延長しまーす。しないって勝手にすんのよ。うん、だってこれをさ、例えばね、あの操作の方を間違えたってなら分からなくもない。まだ俺こんな深い灰皿見たことない。なんで呼んだのっていうか、俺 LINE かかってきたんだよ。今から迎えに来てとか行かないって言ったので、ワドの家の駐車場を探してたの。うん、で、俺たちは、すっごい悪どいから、あ、じゃあ幽霊、資金になすりつけて、俺たちは生き残ろうって三人で話してね、窓を。はい。それで、来たの。だから、塩撒く前に、幽霊は、置いてんだよね、この辺にね。うん。もうね、はい、そう。で、俺はだから、それで、愛子が、ここ喫煙部屋なのって言った時に、こいつがなんか、とぼけてるから、ふってみたら、ベッドの上にこれが置いてあったの。だから、いや、これは灰皿じゃないでしょ、と。明らか。多分、朝比奈の入れ知恵でしょ、これ。完全に。だとしたら、お前の独断な。だとしたら、お前が、もう、母親である立場の人間が、これをやったわけな。それ、どう思う、自分で。大丈夫、延長した。何回も言わなくていいじゃなくてね、うん、ここは禁煙ルームと思って次に借りる人がバリッバリバカみたいにバカすかタバコ吸ってて喫煙ルームなんだよ、ここは。もうすでに、いや、よくないでしょ、別にもういいじゃん。吸ってるでしょ。うん、いや結構吸ってたよこれ。吸ってない。嘘つけよお前。1時間前に入ったばっかだよね。え、知らん。1時間とか2時間とか知らんけど、そんなの、時間は。うん、1時間で20本吸う人は吸うよな。でも、アイコも吸ったじゃん。もう、アイコも吸ったけど、お前も吸ったよな。なんで私がアイコ言われなきゃいけないの？何？アイコ分かって吸ったじゃん。式間違えたって言ったじゃん。だから間違いようがねえべ。じゃあなんでアイコはそうやって言うの？おめえが吸ったから吸ったんだろ、うん、それは。ここでお前が吸ってない禁煙ルームですよって言ったら、アイコは我慢したよ。うん、おめえが吸ってるから吸ったんだよ、こいつは。人がやってたらいいの？だからこいつの考えではそうなんじゃない？だから式は間違えたっつったよ。だから間違いようもないじゃん。あのさ、なんて言うんだろう、常識だよね。その顔はやめないよ、マジで。いや、常識なんだよ、常識。デリカシーとかモラルなの。母親なんだからさ、それ。じゃあ何、ハグがさ、そういう、例えば学校に対して、
なんかやった時にお前は怒んなきゃいけないんだよ。そういう非行に走ったりしたら、お前がこれじゃお前説得力ないよこれね。でもそれ愛子が、いやこれは愛子ですよ。お前が捨てたんだから、それ愛子だって。うん、お前が、ね、捨てたから刺すと、うん、吸う前にさ吸い殻がいっぱいアウトだよね。だって明らかさね、こうやってペアなわけですよね。ペアじゃないじゃん。ペアではペアだろ、2つなんだから。ペアじゃないじゃん。いやこれで2つなんだから、ペアだろ。別のとこ置いてあったの。置いてるわけねえだろ。女もほんと、お前汚ねえなお前ほんとにな。それほんと汚いと思うね、うん、ね、明らかあれが灰皿に見えます。うん、パッと見てあ灰皿だなって思う人います。うん、うん、だから式に呼ばれたんだよ俺。うん、呼ばれたの。和道の家行く予定だったんだよ。うん、だよね和道。LINE かかってきたよね、はい、あのもちろんかぶってたら時に、ね、かぶってたら見えないね。なんで俺それで帰れって言われなきゃいけないの。呼ばれたんだよ。和道の家行ってなんかミーティングしようって話したら今から来てって言われたんだもん、ね、なんて言って呼ばれたの。だから今から迎えに来てって言われたの。だから迎えには行かないと。遊ぼうと思ったもん。だから遊ぶもないよ。説教たれられた。知らない知らない遊ぶかどうかなんて。お前のねそのスケジュールでなんで動かされないの。だから説教たれられるために連絡したんじゃないし、遊ぼうと思っただけだし。え、なんなのこれ、この態度。え、どうすればいいの俺。遊ぼうと思ったのは説教。いや、しつこく言われる方が悪いでしょ。なんで土下座しなきゃいけないの。いじめじゃん、そんな。いや、知らないそれは、俺は。なんでそんないじめみたいなことすんの。いや、愛子はおかしいんだ、こいつはもう。元から。こいつは言ったって聞かねえんだ、このババアは。本当に。このまま何したと思う。無縁仏がね、温泉台に眠ってる墓で、タッチションしようとしたんですよ、こいつ。心霊写真写って帰ろうって時に、おしっこしたいって言ってパンツ脱ごうとしたんだよ、こいつ。だから俺やめろって。脱ごうとしてないよ。怖い。パンツ脱ごうとしてない。こいつ、しょんべんしようとしたんだよ。のしょんしようとしたんだよ。だから俺は、心霊写真写ってるから、で、しかも街灯のなんか点滅とか、ちょっと心霊現象見たから、ワドウと二人で。で、ちょっとやめろと。本当にこれ以上刺激したら、俺たち死んじゃうからと。こいつはそれぐらいダメなんだよ、ゴミなんだよ。ね。こいつは山賊なの。ね。ね、金貨の何つったの仲出しされるって、仲出しするって言ったから来たんだよ。金を起こせよ。って言ったんだよ、警察に。仲出しするから来たんだよ。仲出しして、なんか仲出しされるって言ったから来たんだよ。出たくてもな。金払えよ。って言ったんだよ、警察に。いや、やってること山賊が人の家に勝手に倒せと言って、寝るんだよ、寝るんだよ、始発まで寝るんだよ、今更言ったけど警察に帰れよ、お前が帰れよって言われて最初に。それぐらいこいつはダメなの。何つったと思う。こいつ見流せなのに吉高と二人で置き去りにしたの。そしたらね、二人で夜空見ながら、吉高、流れ星、うん、よし、うん、な、アイコン、アイコン、うん、綺麗だな、でも、お前の方が綺麗だろ、とか言って、ラブラブしてんだよ。今から置き去りにしようとしてんのに。でも、下の方、腕組んだり、腕組んだり、なんか、手伝いだよ。で、こいつ、その時も、タッチションしたんだよ。三段ぐらいして。俺、正面の音聞いたからね、せせらぎ。岩清水の下、垂れ落ちる音みたいな。こいつ、よくタッチションするんだよ。初めて立ちションしたわ。嘘つけよ、お前参加したじゃねえか。だからその時に初めて立ちションしたの。まあ、でもこれはダメでしょ普通に。いや本当に、例えば自分の家とかだったらいいよね、灰皿がないから。自分の家でもコップにしないよ。いやまだいいよそれは。食器にね、灰皿、食器を灰皿側にするのかは。これって何なのかな。まあ、規約違反なんだよね、うん、あ、いいね、こっちの角度ね、和藤さん、さすが、うん、いや、ちょっと、あいつどこ行ったの、あいつ。あいつ、籠城してんな。式柿田着替えとか。ああ、はい、
だって俺呼ばれたんだよ。ではね、ワドの上に遊ぼうって言ってるのになんでこれ来てんだよ。だって遊ばないんでしょ。なんなのその態度。幽霊置いたんでしょ。だったら帰ればいいじゃん。幽霊置いたんでしょ。置いたよ。じゃあ帰れば。じゃあ帰るか。じゃあ帰ろうかな。もう用は終わったし、あーそうだね、帰ろっか。まあ別にね、まあ俺たちこれで生き延びられるし、まあ逆にね、そうね、まあまあもう用事は終わったから、もう別に、なんでホテルなの見せたの。見せてないよ。見せたじゃん。見せてないよ。もう最低。何が見せてないよね、今ね。何よ、何が見せた。嫌い、大嫌い、もう早く出てって。何が出てけ、早く。頭おかしいんだよ、お前。いいけ、出ていけ。ねえ、何じゃ、マジで出て、本当にお願いやけん。やんだんだよ、こいつ。そう、いいけ、出てって、もういいけ、どうでもいいけ、出ていけって言おうと。何こんだけ。いや、いいけ、出てけって言おった。出てくって、早く出てって。3秒以内、3。それは無理。無理じゃない。そのどうでもいい、マジで。いや、俺誰、何、お前がゴミじゃん。人のこと言うといて、禁煙ルームでタバコ吸ってるやつのゴミじゃん。もう振り回されてばっか。はい、いや軽くなった。お前うつしすぎだよ。お前ら帰れとか言うの。4-4-4-2-4-2-2。こいつ入ってなかったよ。なんだっけ。あ、あ、どっちか。タバコ吸いたいな。タバコ吸いたいな、ね、車戻りますか。なんで俺駐車場でこんなバカみたいな払わなきゃいけないの。いや、その850人。すごい。だからさ、チキンさやめたんだよ。ああ、でしょみたい。新やつその直近にチッコのドールのだって、どれもいい。42分かったんじゃん、4人で止めんなよ。いや、俺分かんないですよ。
ええ式やってんだね。そんで900円すごい。大丈夫大丈夫。疲れー。吉高お時間切れだよ。キャバクスの方が悪いですね。俺大丈夫だよ。悪くはないよ。ないわ。あっちまで電話するの。まあまあまあ確かにな。電話するよ。まあ確かにな。でもさ、母親として叱らない。でもさ、いつかも、ね、連泊って言ったってさ、うん、掃除したらもう分かるじゃん。いや、バレるバレる。そんなの。ねえ、一泊目で。モラルの問題だよ。一泊目で。寒いな。俺たちは何をやってんだ。知ったよ。だってゴーストバスターズ、うん、なんかやられるのこっちだけど、ね、結構汚いけどね。俺たち掃除機持っときゃいいんですよ。だからなるほどね。掃除機ビーンってするなるほど。充電の、はい、私を責める前にさ、お前頭いいな、はい、ダイソン持ってきゃいいで。でも次はやらせにしよう。そうっすね。やばい。台本書きましょう。いますよとか言いながら、うまくやれ、臭い演技やっときゃいいんだよ。本物映しちゃダメだよ。聞いちゃうもん、正直。今何時？え？寒い。あ、まあすごい。このババアすげえな。閲覧モンスター。悪いもんね。ボートが言いながらさ。急に増えたからびっくりした。なんでこんな増えたの？なんかね、200人だったよね。そう。だからさ、ね、てっきりさ。うん。あ、少ねえなとか思って。配信やめたのかなと思って。900人でお前ホテルに移しちゃダメだろ。いや、あの時はそのあとには知らない。あ、そっか。じゃあなんで一気に増えたんだろう。なんすかね。なんだろうね。700人増えてる。あれじゃないですか、会話を聞き漏らしたくないんじゃないですか、やっぱり。あ、そういうこと。まあ、このババアモンスターだからね。ここはどんなに。僕150人。うちはしかいないっす。あ、そっか。まあ、もう終わったもんね、もう、はい、山場。山場はまあ、終わりですね。まあでもなんか軽くなった。軽くなりました ね。本当に軽くなった。気持ちいい。本当に軽くなった。全部置いてた。全部置いてきます。警察でさ、行くの好き。あ、はい、いいじゃん。なんで警察なの。招いたって向こうだよ。そうだよ、ね。しかも今俺帰るんだよ。これから。なんで警察にさ、伝えられるの。じゃあこれから窓を新宿に下ろすから、アイコン。で、止まって。危ないよ、その人は。大丈夫だよ、もう置いてきたもん。分かんない。大丈夫大丈夫、もう口からすごい楽ね、気分ね。おはよう。え、3人で止まるんでしょ。無理、もういいよいいよ、とりあえず。まだだって置いてこれだもん。大丈夫大丈夫。え、置いてこれだから全然置いてきよう。これあやおちゃん満喫とかに止まった方がいいんじゃないの、この辺の。うん、そう。じゃあ、あゆここでお別れ。あ、でもさ、化粧ポーチ。まあまあ、取り行って多分その方がぐっすり寝れるよ、うん、あ、ベルルティの財布ってる。ないっすけど、20万しました。買えるわけがない。お前の何ヶ月分、まあ、1ヶ月分っす。まるまるってことだよね。まるまる家賃払うんだね。それなんか気分楽になったな。ほんと肩軽くなりましたね。多分あのガッツルシキさん今肩ビキビキになってると思います。あいつ悪いやつだから取り付いてるよ。はい、間違いない。多分肩と首バッキバキになってますよ。今多分燃焼だからラップ音。ラップ音とか。バキバキになってる。なんかノイズとか入ったり。風の音とか。窓はお前と寝たいって言ってる。でもな、そうや。そうなんだよ。そうなんだよ。ニンニクも集めてるからさ、俺食べる。あ、止めて。え？汚いって寝れないよ。いや寝れないって愛子さん。いや本当に汚いから愛子さん。いや絶対2000円3000円で満喫行った方が寝れるって。その金がもったいないから言ってんでしょ。2000円がもったいないってなんだよ。いい大人が。お金は大事でしょ。いや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 、もうもうチャン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 で4時間だから車じゃんね。そうだ、4時間だよ。まずもう行っちゃう。そう、4時間なんて逆にネット買えるもったいないよ。そう、もったいないよ。そうしよう、そうしよう。大丈夫、もうそのまま撮りたい。大丈夫、大丈夫、大丈夫、全然もう全然大丈夫。写真撮ってみたら
大丈夫。いやもう多分大丈夫だと思う。もう絶対大丈夫。いやそれでいたら落ち込んじゃうから取らない。はい、ね、それでいたら落ち込んじゃう。映ったら嫌ですもんね。悲しくなっちゃう。まあいや多分置いてきたと思う。だからその後輩と飯食い行くんだけど。あんだけ悪いやつだもん。疲れるでしょ。ここ。ここ。帰るぞ。あとじゃ満喫の方が本当寝れるよ。本当に片足じゃないから。いや寝ないからもうそれしか。ここまで本当。マジで汚いんだよな。寝るっていうかもう別に大丈夫だよ。汚いんだよ。4時間だもん。うん、4時間だもん経った。あっという間じゃん4時間。ちょっと休みでいいんだもんな。いやお疲れした、うん、えここで違う ちゃんと、うん、お疲れ様です。あでもここだ。なんでだって逆方向だもん。高速乗って帰るんですよね。そういや僕の家高速目の前です。違う逆方向だから。えこう行って戻ってこなきゃいけないから、はい、大丈夫だよ。戻ってこる。頼むよ。要するに池袋方面になっちゃう。頼むよ。え違いますよ違います。西新宿ですか。違う。俺初台から乗っちゃう。初台とか。えだから右だもんお前は。そうっすね。だから左に行くんだもん。えマジっすか。マジ寒しょうがないじゃん。だってちょ送ってくださいよ。そうだよ。だからふざけんなって。俺1時間かかんない。1時間半かかんない。だから近いから家まで5分10分ぐらい。何なんだお前。お金も払わねえでよ。頼みますよ。いくら使ってんねん今日お前。近いから送ってよ。近くね送んねえって。逆方向だって言ってんだろ。近いねもう。うるせえな。近い送れや。うるせえな。だろケチじゃねえよ。眠いんだよもう。ちょっと変わんないだろ。変わるって言ってんだろ。ひどくないちょっと。途中までだよ。無理だ。俺帰る時間が遅くなるって勘弁しよう。ずっと運転なんだよ。おめえやがって。そうだ。帰ると変わんないよ。ダメ。やだ。そんなにわがまま言うと、愛子ちゃん、鮫島さんの家までついてきますよ。そうだよ、降りないよ。そっちで捨ててくから。降りないよ。じゃあ降りなきゃいいんじゃない別に、うん。お前も連れてくよ、その他に。いや、僕は降りますよ。うん、いや、だって横浜までノンストップなんだ。やめて、もう、わけわかんないじゃないですか。そうなるって、遅れないって。いや、じゃあ、行こう、和道さん。行きましょう、じゃあ。行かねえ、バカ。死ねえよ、マジで。降りないもん。いや、もう決めた。鮫島さんの家。あ、じゃあ向かっていいのね。いいっすよ。向かっていいのね。わかった。俺送ってこねえからな。ワード。え？じゃあ僕は降ります。だから俺じゃあ止まんない。だから、アイコ、あ、お前の家の方行かないもん。じゃあ僕今降りますよ。じゃあアイコちゃんよろしくお願いしますね。今。本当に。マジで。いや、鮫島さんといた方が。ワード、じゃんけん負けたべ、お前。いや、これはもう本当に。ねえ、ワード。付き合いなくなるよ、そうしたら。お前それ約束なんだからね。アイコ楽しかった。でもアイコさんの気持ちがやっぱり。アイコ楽しかったね。ワドンチで泊まるよ。サメってじゃあほんとやめて。やっぱりプレミアムリスワンかかってるね。アイコプレミアムリスワンかかってるし、やっぱりいやここはやっぱり先輩としてね。サメしますわ。先輩として先輩として本当に。マジで。いや、本当にね。じゃあ家まで送る。いや、かっこいいだ、本当に。いや、もう本当に、鮫島さんの方がやっぱり。じゃんけんでお前負けたろ。いや、じゃんけんでは負けましたけど、じゃんけんでは負けましたけど、配信者としては僕負けてるんで、やっぱり。鮫島兄さん。うるせえ、閲覧持ってるから。じゃあお前も連れてるからね。やばい、モテる男はやっぱ閲覧なんですよ、この世界。本世界閲覧なんで。じゃあお前も横浜まで見つめな。いやもうなんで僕が横浜行くんですか。なん横浜行く意味ないじゃないですか。知らねえよ。お前がそういうこと言うからだろ。うん、なんすか。僕行く意味全くない。行く意味もないじゃない。俺が愛子を止める意味もないで、お前がじゃんけんで負けてんの。まあでもあのそういうまあ恋はハリケーンなんで。いや知らない。サメ島に泊まる。はい、じゃあ家まで向かいます。ノンストップ。ただうちめっちゃ汚いんで。いいよ。ラード。お疲れ様でした。お疲れ様です。
とりあえず裏路地行こう。よいしょ。카메라를 설치하여 촬영을 실시하고 있습니다. 아, 수고했다. 으이, 으이, 민나 오츠카레스. 민나 오츠카레. 야바이네. 長くなるから。鮫島兄さんのコント長いから。歌だけですごい、やばい。家帰って愛子さんいたらもう絶望だね。いや、そこはね、やっぱね、長くなるコントだから。いやー、鮫島さんのめんどくささはうなちゃんマンに次ぐかんね。うなもうなでめんどくさいけど、ていうかマジで怖かったんだけど、車気づいたら一気に怖くなるな、あれ。振り切った。逃げ足だけは早いから。いや、もう絶対揉める流れだもん。いや、茶化しちゃダメだね。何、声とか本当に聞こえたの？女の人のうーとか、そんなヤバかったの？そんなにヤバい感じだったの？あーみー逃げたよ、もう追ってこれないよ。逃げて、もう逃げたって。お腹の鳴る音みたい。なんだろうそれ。疲れたな。も降りた。やっぱなんで、どういうこと。え、なんで愛子さん降りたの。愛子さん満喫でいいでしょ、マジで。歌舞伎町でいいでしょ、愛子さん。いや、愛子さんもう歌舞伎町の満喫でいいでしょ。俺じゃ閲覧取れないって。なんか全力で追いかけてる。嫌なんだけど。なんで満喫止まるやんじゃん。なんで追いかけてんの。意味が分かんないんだけど。
行った方がいいよ。いや、カラオケ行くし、うん、もう疲れたよ。よかった。なんかね、エネルギー量が違う。疲れる。2時間でお腹いっぱいになるのに、6時間あたりからね、頭痛と首が痛くなってくる。あ、例のせいじゃなくて、鮫島さんとずっと一緒にいたからだと思う。偏頭痛が起こる。偏頭痛が。いや、しきちゃんなんかすげえブスだったよ。生で見たらめちゃめちゃデブだったんだけど、びっくりした。いや、ケツでかすぎるよ。なんかすげえデブだったよ。いや、飲もうみたいな感じ。そうそうそう、足太とか思って、ケツでかと思って、足短いしすっげえ足短くて、うん、すごかったよ。いや、アブリンはスタイルめちゃめちゃいいから。サイコちゃんがどこなんでどこか言わないといけないの俺。探さなくていいよ、カラオケ行きなよ。なんか配信者で女の人数々生で見てきたけど、足一番短かったもん。センチクリーンのずんぐりむっくりだった。いや、探さなくて。やっと解放されたんだから。みんな荒れてる。何の生産性もないコラボだった。なんかね、前からおかしいなと思ってたの。あの、部屋が縦長なんだよ。あのね、アスペクト比をキュッてやってる。あの、女配信者がよくやるんだけど、パソコン配信の人がよくやって、アスペクト比をキュッて、横幅をキュッて縮めると、あの、部屋が縦に長くなるのね、画角が。アスペ詐欺っていう、アスペクト比って技がある。そうそう、アスペヒサギ。あ、ドルさんの家近いからいいじゃん。タクシーでドルさんの家行けば。ドルさんの家近いよ。ドルさんの家行くといいよ。よいしょ。
便乗誰が便乗すけよ。誰どれさん便乗してんの。一人エスケープしてきた。いやもう帰るよ俺、家歩いてすぐだから。俺は帰る。俺は平穏を好む配信者だから、引きこもり系だから。先輩に呼ばれたら行くけど、基本的に先輩以外は動かないな。自由だよ。人が多いと苦手なんだよ。あ、こういうの写真撮りたいんだよ。こういうの好きなんだよ。わかる？こういうのが好きなんだよ俺。わかるかな？ゾクッとしない、こういうの大好き。こういう路地何なんだろう、昔から好きなんだよな。わかる人いる？路地好き。俺別にだって閲覧とか困ってないもん。なんかさ、一番恥ずかしいパターンがさ、コラボして1000人とか呼んで枠切って次の日20人とか、クソ恥ずかしいじゃん。自分の数字じゃないのに自分の数字だと思う人って結構いるから、なんかそれ配信者としてクソダサいじゃん。なんかピンで呼べる数字が自分の数字でしょ。ピンで呼べない数字は自分の数字じゃない。結局人柄勝負だよ。人柄。コラボも大事だと思うけどね。コラボがメインになる人はダメだと思う。今日はでもなんかいい写真1枚だけ撮れたからラッキーだったんです。すげえいい写真が1枚撮れた。アイコと鮫島最低。なぜそれを俺に。なぜそれを私に。黒羊さんいらっしゃい。私に言われても。一緒にいた人ですよ。いや、ツイッターにあげるよ、後で。さっきミュートだったわ、すごい面白かった。いやいや、なんかしきちゃんの部屋とか特定されたらかわいそうだから、画像と音切ってただけだよ。かわいそうじゃん、泊まってるホテルとかバレちゃったら。ずっと切ってただけだよ。晒した時ってなんすか？何を晒したの？もうバレたの？もうバレたの？あ、そうなんだ。意味ねえ。意味ねえ。うん。あ、見て綺麗だった人実際やって。あ、誰だろうな。誰だろう。見て綺麗、一番綺麗だった人。実際会ってでしょ？誰だろうな。意外だったのがマリニャンが意外と可愛かった。マリニャンはなんか大きいボンドだっ
ていう先入観があったけど、なんか意外とか綺麗つうか可愛らしかったね。うん、あと誰だろうな、心ちゃんかな、可愛いのは心ちゃんとかみゆきちゃんとかじゃん。あと誰だろう、まあまあ足が短かったね。うん、マリニャン、そうね、垢抜けたね。いや、レイはね、置いていったよ、部屋に。レイは全部置いていった。シキさんのホテルにも全部置いていった。じゃ帰るんだよ。YouTuber 行かないよ。眠い。明日もトレーニングだから。あ、疲れたな、すっげー疲れた。鮫島さんエネルギー除霊っていうかね、あのホテルにね幽霊置いてきた。いや、愛子ちゃん止まんないよ、無理だよ。疲れたね、なんかすげー疲れた。家歩いてすぐだから。カツ屋うまかったな。何だったんでしょうか。いや、わかんない。俺が一番よくわかってないね。何だったんだろうね。俺も途中でいきなり呼ばれて、心霊スポット行くぞ、探せって言われて、はいっつって心霊スポット紹介してっていう流れだからよくわかんない。なんかその前の配信でもめてたらしいね。俺鮫島さんにブロックされてたから放送見れてないからわかんないよく。一応何なんだろうね、なんでなんだろう、喧嘩してたね。心霊までは分かったけど、それからの流れはよく分からん。なんかその前にいろいろあったらしいよ。その前の配信でなんかいろいろ揉めてたらしいよ。俺はランキング関係ないよ、俺が取れないよ。まあ先輩だからね、一応ね、付き合い長いし。俺別に鮫島さんのこと嫌いじゃないから、すげえ世話になってるし、先輩の言うことはやっぱ聞くよ。もうニコ生からのね、やっぱ大先輩だから、慎吾さんとかみどりさんとか金梅さん、よっさんとか、まああの辺に呼ばれていかなかったらダメでしょ。警察捕まった時も何回も行ったしね。ヤンデルちゃんお疲れ、うん、シキって人もプレミアムリスは狙ってるの。
ちゃくちゃ寒い、今日雪降ってたんだよ東京。あーまあそうね、失うものがない人は強いよね。まあ守る、しっかりと守る人がある人の方が強いと思うけど、守ってるんだったら失うもののないやつの強さはあるよね。それはわかる気がする。新宿、新宿寒いね。禁煙室でいきなりタバコ吸い出すっていうか、ベッドの上にコーヒーカップがあって俺が指さしたんだよ。もうコップの中に、ベッドの横にコーヒーカップがあって、でもう 4,5 本吸ってて、でパッて指さしてあっつったら、そしたら鮫島さん食いついた。いたよさっき、俺いたよ。まあよくないよね、うん、まあちょっとね、おしゃれな、別に普通に認めりゃいいのにね。いや吸っちゃったんだよねって言ったらかっこいいのに、なんか間違いだっていうのはちょっと無理があるよな。自分をかばうのはダサいよ。うん、もう一人だよ。ねえ、わ悪なら悪で貫けばいいのに、そう思わない？なんかそういうのリスナーさんが一番嫌うと思うんだけどね。なんかそのリスナーに嘘をつくっていうかね。ニコ生主だったら配信中にそういうことやるけどね。まあそれでも悪いことだけど、リスナーに嘘をつくのが一番悪だと思ってるから俺は。あの人が離れるよ。勝手に部屋行ってなかった？勝手に行ってないよ。だって待ち合わせして合流して行ったんだよ。で飲み物とかじゃあなんで俺が買うの？コンビニで。それは無理があるでしょ。で序盤に和道さんいただきますってお酒言ってたじゃん。勝手に入る流れじゃないよね。なんか喧嘩してたね。新宿広いよね。そうなんだ、キャスで大手の人なんだ、あの人は。鮫島さんガリッガリだよ、骨と皮だよ。仕返ししたかったっていうか、俺は初めましてですね。仕返しも何もわからないです。さっきも言った通り、僕が合流する前に何かあったらしくて、僕は鮫島さんの放送ブロックされてるんで見れなかったんで、ここ3ヶ月間の鮫島さんの動きを知りません。わかりません。僕はいきなり家にピンポーンって言って鮫島さんが来て、でなんか揉めてると、でちょっとよくわからないけど今から心霊配信するから来いって言われて、で心霊配信してっていう流れです。よくわかりません。はじめましての人に恨みも何もないです。なんかすごい性格だったね。すごい性格だったね。まあ俺四季さんの放送見ないから全然わかんないけど、鮫島さんあんな感じっすよ。僕が知る限りずっとあんな感じですよ。
鮫島さんはあんな感じの人です。知らなかった。かの有名な鮫島事件の人だからね。鮫島事件の有名な人だから。あ、そうなんだ。もう家着くね、俺は。寒い。鮫島事件はネットで検索するといっぱい出てきますよ。鮫島事件知らない人がいるんだ。ネットあんま詳しくない人かな。え、愛子ちゃんに通報の嵐。愛子ちゃん今どこいんの。あ、ツイキャスミンなんだ。え、鮫島事件知らないんだ。多分 Google とかで検索したらとんでもない量出てくるよ。鮫島事件伝説だから。いや、とんでもないよ。伝説の事件だからね。俺の口からは語れないかな。鮫島事件についてはちょっと僕の口からは語れないっすね。あ、まあまあそうだろうね。伝説だよ。いや、鮫島事件で検索してきなよ。とんでもない量出てくるよ、検索結果。だって鮫島さんってネット何年やってるの。もう十何年やってんだよ。で、昔から有名な人なんだよ。あの人は伝説の人わかんねえ。鮫島事件知らないとかにわかすぎるでしょ。まあまあまあ、昔のね、鮫島事件の当時は、まあ俺の口から語れないよ、うん、何人ね犠牲になったか分かんない。何人の人間が犠牲になったか。ネットでも賛否両論あるけどね、鮫島事件については。まあ忘れた方がいい事件かもな、あれは。はい、ただいま。みんなただいま。ただいま。あー疲れた。いきなりだからね、いつも鮫島さん来るとき。ノリがノリだか、ノリで動いてるからな、あの人。行動力半端ないよね。東京はね、今日雪降ったよ。雪降った。
鮫島さん、まあもう10年間あのノリをずっとやってるすごいよね。やっぱ沸かせるよね。面白いもんね、あのドタバタ劇っていうかさ、カリスマだよやっぱり。あの鮫島ワールド独特の、引っかき回してぐっちゃぐちゃにしてみんなを怒らせて爆発させるっていう、面白いよね。あの世界観は鮫島さんしか出せないからね、他の人じゃできないんだ。何なんだろうね、あの独特の世界観は。不思議な感じだよね。もう慣れたけど、さすがに最近やっと慣れてきたけどね。慣れるまで大変だったよ。だってアウトロー配信者ですら鮫島さん絡んだらめんどくさいっつって避けてたからね。鮫島はいいやってなってたからね。名だたるアウトローたちが何されるかわかんない。特定されるし祝電半端ないし。あ、オタク。こういうのは的にネットアウトローだから、ネットアウトロー、うん、すごいよね、期待感あるよね。いや、鮫島さんは理解すると面白いよ。あっていうかね、最近のネット民キャスの人とかね、あのなんつうの、全部マジに捉えすぎ。このドタバタを楽しむのがネットだから、てん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 てけてんてんてんてけてん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 って、こんなの、こんなバカみたいなコントにね、いちいちね真面目にね付き合ってたらね頭おかしくなるよ。バカだなーっつってみんな、バカだなー、みんなバカだなーっつって、そうそうそう、ニコ生の楽しみ方を知った方がいい。バカだなーこいつらーって、動物園の動物だから俺ら。いやー、そうそうそう、天才だよね。すっごい小さい火種を大炎上させていくっていう、ね、天才だと思う。いや、すごいよね。これがニコ生ワールドですよ皆さん。ゴミクズの世界へようこそ。疲れた。いや、家最高。家いいな。あー、そっか、コレコレさんはコレコレさんで昔から変わんないから、あれはまた別物だよ、うん、あれはまたコレコレっていう世界観だから、あの人は独走してる感じだね。もしよかったらフォローしてってよろしくね。俺はまあニコ生出身ではあるけど、語り系だけど落ち着いてて、ツイキャスもやってるよ。ワド監督で検索したら出てくるよ。別れた、もう家あこつ、あ、ヒロくんだ、久しぶり。疲れた。ホッとするっていうか、何だったんだろうっていうね。結局何だったんだろうっていうね。何もわからないまま帰宅したんだけど、何だったのこれは。今日は何だったの。全然意味がわからないんだけど、当事者に俺に聞かれても、俺自身が 何が何だか全く何も理解できてないんだけど、うん、ロコさん亡くなりましたよ。
去年の、捨て頃なんで、去年の6月にはなくなってますね。はい。残念、惜しい人を亡くしました。結構ね、広まってるはずなんだけど、知らない人もいるんだね。惜しい人を亡くしたよね。葬式はね、誰も行ってない。あの、身内がいないから多分葬式自体開かれてない。墓もわからん。いや、俺らはさ、ネットに、ネットが墓場だから、タイムシフトが。あれじゃん、孤独死だとあのなんかそういう死とかがやってる密葬みたいな感じなんじゃないの、わかんないけど俺もよくわからん。どうなるんだろうね。ね、寂しいよね。死んで仮装だけして終わり。ああそうなんだ。でも生前ロハコさんみんなに感謝してたよ。あのみんなと出会って寂しくなくなったっつって。ふわっちが7月に亡くなってしまって言ってたんですけども、本当ですか。いやー僕はないと思いますけど、例えばメメタンさんが年間放っておいても30億ぐらい売り上げてるサービス止めますオーナーとか株主とか社長だったら、ほっといても30億ぐらいバンバン儲かってるサイトを潰します。まあ僕だったら潰さないですね。僕だったら。でもし仮に潰れたとしても、ツイキャスだのニコ生だの僕らは移動すればいいだけなんで、あんまり困らないですね。僕は潰れないと思ってますね。うん、ふわっちはね、セブン、ショールームが1位で、17が2位。で、3位がふわっち。うん、で、iTunes のダウンロード数だけで結構な数字いってるから、まあ、俺だったら潰さないかな。うん、まあガセだろうね。っていうかふわっちはもう出来上がった当初からずっと来月潰れるとか半年後になくなるってずっと言われてるサイトだから。でどん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 売り上げが大きくなってって、うん、1ヶ月ね1億ぐらい稼ぐサイトだからね、ほっといても潰れないっしょ。みんな今日つらいよ。花火ちょうだい。誰か面白かった人は。もう散々8時間ぐらいずっと放送分回してさ、何にもなってないんだ。もしよかったら花火ちょうだい。お気持ちバーガーとかハートとかでもいいからさ、なんかチップちょうだい。疲れた。頼むよ。食えないよ。よいしょ。9時か。すげえな。パフェありがとう、谷さん。ありがとう。これ違う。今日11だったのか。これ上だ。ありがとう、みんな。ありがとう。お気持ちいただけると嬉しいです。ありがとう。ね、いや俺だからミノムシさんずっと言ってるじゃん。俺はあの配信者だから言いたいことは言うけど、俺鮫島さんは嫌いじゃないから。ありがとう匿名さん、ケピありがとう。だから俺普段から言うでしょ。もう本当にあんな感じよ。今日も何の連絡もなくいきなり来たけど、でもほら先輩だからさ、鮫島さんはさ、まあね、あの先輩がほら後輩のこと嫌いっていうのはあると思って、俺それでも別にいいと思ってるけど、俺基本的には俺鮫島さん嫌いだから、あ嫌いじゃない好きだから。
やっぱり先輩に対するリスペクトは忘れてないよ俺は。ただ俺も配信者だから思ったことは言うけどね、仲直りっていうかそもそも俺からすると喧嘩してない。ありがとうキリギリスさん、相手もありがとう。まあ、鮫島さん元気そうでよかったね。なんかおしゃれになってたね。なんかマニキュア塗ってたりとか、なんか髪型とかもすげえおしゃれになっててびっくりした。あ、今こんな感じなんだと思って。イケてる、イケてる感じだったね。あれ、彼女できたな。あ、そっか。ヤンデレラちゃんか、彼女。鮫島さんトーク化け物だよ。特にね、瞬発的なコメントさばきと、どうやったら炎上するかっていうことを常に計算してるから、炎上させたりとか、バーって早口トークさせたら、多分右に出る人いないね。特に米さばきとかがすごい、瞬発的なトーク力っていうか、返しがうまいタイプだね。どんなにコメント走ってても、コメントさばくもんね。俺はスローな感じの、ゆったりしたペースが好きだから、違うタイプだけど、あれはね、勝てないね。あのペース、あのスピード感で、あの、なんつうの、なんつうんだろう、どうやったら人が怒るかとか、どうやったらリスナーがこう騒ぎ立てるかとか、そういうのがうまいタイプ。そう、マシンガンタイプだね。もうそのスタイルでずっとやってるね。で、特に、その、なんだろう、昔はもっとね、なんつうの、喧嘩系とかね、そういう系だったんだけど、今は、その、マイルドにだいぶなったかな。あれでもだいぶ丸くなってた。頭回転くっそ早い。面白い人だよ。まあ食わず嫌いしないでいろんなところ見てみると面白いよ。あ、俺マイペースマイペース、先輩いてもマイペースだから、みんなありがとね。あ、写真だけ寝る前にアップロードしようかな。疲れるね鮫島さん、頭の回転早い、喋り早いから4倍ぐらい脳使うね。うつっぽい気分はカオスの曲聴いて晴れたかな。このカオスの曲聴いて映像コラボしたあれかっこよかったね。なんかね、カオスが元気くれた。カオスの曲が俺にエネルギーくれた。でも配信切ったらまた寂しくなるから、のんちゃんいないから。お疲れゆうこちゃん、お疲れ。うん、めちゃくちゃかっこいい、かっこいいっていうか、なんか味のある写真が。カオスはね、何でもできるからね。旅人だから、スナフキンみたいなもんだよ。リアルスナフキンだから。お、アイコちゃん、お疲れ。あれ、どうしたの、なんで泣いてんの。ワドさんつってこれ超寂しがり屋だよ、超寂しがり屋。楽しんでってください。いらっしゃい。
来る気配。あこちゃん満喫泊まった方がいいよ。満喫休みな。リスワンも大事だけど、倒れちゃうよ倒れちゃうよ、僕はミラーはしないっすよ。配信してたらだ誰をミラーしてたんですか。僕ミラーはしないっすよ。誰をミラーしてたんですか。ドレさんから連絡あったんだ。珍しい。知らない。どうなったか。出てけーって叫ばれて出てった出てけーって言われて俺はすぐ出てった。3秒以内に出てけーって叫ばれただから3秒以内にすぐ出た。あ、心配してくれたんだ。ドレさん家行きなよ。お、3秒以内に出てけって言われたから、はーいっつってスタスタスタって逃げた。あやこちゃん一人でお寿司食べてる。俺もう寝るよ。疲れたよ。俺の部屋汚いよ。女の人が来る部屋じゃない。愛子ちゃんみたいなレイディーが来る部屋じゃないから。あやこちゃん今何位だ。見てみよう。あいこちゃんはリスは何位だ。厳しいよね。新規を集めていかないといけないからね。厳しいよね。あやこちゃん6位だ。金梅さんすげえな。やば。え、さっきカツ丼食ったのにもうお寿司食べてんだ。すげえな。ツイキャスの生主ってみんな囲われ系だよね。なんであんなガッチガチに囲われてるんだろう。あ、なるほどね。意味がようやくわかった。しきちゃんとあいこちゃんあれなんだ、6位7位で並んでるんだ。なるほどね。なんか謎が解けたわそういうことか。なるほど、僅差なんだね。なるほどね。なるほど、なんとなく謎が解けたわ俺。金って怖いな、みんな金って人を狂わせるんだな
魑魅魍魎とかそういう世界だよね。怖っ。みんな必死になって主戦土、主戦土たちが10万20万のために醜い争いを繰り広げてる。金って怖いよ本当に。勉強になるな。すごいわ。メネギ寿司食べながら和田さんの配信しっぽり見てた。愛子ちゃん可愛いよ。なんかね、愛子ちゃん誤解されてるんだけど、俺愛子ちゃんに怒鳴られたりとか変なことされたこと一回もないんだよ。本当に一回もないので、みんなね煽るんだよ愛子ちゃんのこと。なんかその愛子ちゃんを発狂させようとして怒鳴ったりとかするから、それで愛子ちゃんがキャラクターがさ、なんだよーっつって怒鳴るから、あれなんだよ、面白がってみんな煽るんだよ。愛子ちゃん全然そんな人じゃないんだよ。育ちいい感じでお嬢様だよ本当は。本当は優しい顔してるんだよ、うん、育ちのいいお嬢様だから上品だよ。ただ煽り体制はない喧嘩は買うスタイルだから全力で売られた喧嘩は全部買うから愛子さんは気は強い。全然普通に温厚な人には温厚だし礼儀正しいし、俺愛子ちゃんに変なことされたこと一回もないよ。いい人だよ愛子ちゃんは。みんなね煽るんだ面白がって。うわ、写真見てみようかな。愛子たちは台本だったんですか。台本？リスナーさんの言う台本っていうのがよくわからない。台本って例えばどういうこと。愛子さん会ってみればいいじゃん。サータン、あ、サータン気が合いそうだよ。なんかサータン気合うかも。サータンめっちゃ美人だったな、うん、生で会ったけどサータン綺麗な人だった。綺麗なお姉さんだった。絶対相手にされないと思った。鳥柄くんだとか言ってほら、のんちゃん鳥柄とか言わないの。すいません、サータン牛の乗り子が
あの綺麗な人にはあののりこ、綺麗な人にしか発狂しないので、はい、うちののりこはすいません。どうもすいません、うん。和田さんも育ちよく見える。和田さんって誰？うん、台本通りに喧嘩して即ブロックしてっていうこと？台本通りに喧嘩して、いやあれはガチ切れだったんじゃないの？わかんない。俺もあの会ったことない人だから。イメージが配信者と関わると変わる。自分は3枚目ヒカルでキャラが強いと思った。うん、おじった和道さん。あ、俺、俺はあれだよ、本当に育ちはもうマロングラッセ食べてるぐらいの、本当にあの靴裏返すよね、ちゃんと玄関お邪魔しますって言って靴をくるって回してあの入る小学1年生だったから、そう、土下座でこう、この度は田中さんの家にお邪魔させていただき誠にありがとうございますって私、え、あんまり喋らなくて嫌いなのかな。いや嫌いじゃないよ、全然全然嫌いじゃない。うん、のんちゃん、そう、のりこだいいよねのりこだこのセンスがこのネットの長さを物語ってるよねのんちゃんでものりこでもない、のりこだっつって、うん、まあ、知ってるけどっていう、うん、写真が、うん、いやのんちゃん面白いよね、さすがだよね、知ってるけどっていう。どれだったかな、綺麗に撮れた写真がね1枚あったんだよね、後半かな、どれだろう、あ、これかな、あーすごい、どっちだろう、これが光が入っててラップになってて、今日のさ心霊場所見せようか、綺麗に撮れてる写真あるから、うん、うん、すごい、これがね今日気に入った写真の1枚、どう、すごいでしょこれ、フレームに収まってる以上に全部墓なの、すごくない？これ全部無縁仏、真っ暗なんだよあの現地は、で、あのこれどころじゃないよ、もう全部見渡す限りこういうお墓ブワーって広がってんの、4000の無縁仏、すごい古い、もう一個一個墓石が掘られてた、すごいでしょ今日行った場所、うん、こんな感じで、ちょっとこれはブレちゃってるんだけど、上まで全部墓、もうこれ半分なんだよ、こっち側も同じぐらいあって、そう、すごいの、夜中だから人間の目視ではこんなに見えないよ、アルファ7すごいよね、超露光だけど、これは30秒超露光で、あ、のりこさんはね、あのそれはフォローじゃなくて監視対象です、ロックオンってやつです、サータン、あのサータン配信無縁仏、これは全部、そう、すごいよね、すごいよ、味があるよね、ブワーって見渡す限りハカ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 、こんな感じ、これ愛子ちゃん、だからもう右も左も全部墓な、上まで明るく全然撮れるよ、星とか撮るのこの原理だから、ただノイズがすごく走っちゃうから下も全部墓ね、下は普通のお墓だったんだけど改装してたね、これ三脚撮る前だからブレまくってるけど、うん、ブレてないやつどっかあるかな、
いっそまあ6400までは全然耐えられるかな。あれ、こんばんは、いらっしゃい。ダメだ、ブレてんな。これが今回の企画の、墓場で墓場っていう企画です。鮫島さんが番組名超面白かったよね。ちょっと待って、番組名が鮫島さんが作ったの墓場でちょっと待って、墓場で、墓場で墓場ばつってこれが今回のタイトルね。え、あれ、ババアって BBA ってあれなんだ、墓場で墓場ばババア。投稿できないんだ、 NG ワード。墓場で墓場ばっていう番組タイトルだったんだけどいや面白い、いやちょっと面白かったよ、墓場で墓場ばっていうね、すげえ面白いよね、いやー鮫島さん光当たりすぎて大子ちゃんの顔がすげえ面白い面白いよな、いや持ってるわ、ぶっぱねた、何がぶっぱねたの、愛子ちゃん面白いよね、なんかね憎めないよね、わかる、赤いコツの模型これ、本当の生体の模型だよ、全身骨格、ねえスケさん、いいよね、スケルトンのスケさんだね、寝起き、いいよ、まったりしてるから、っていうか本当に映りまくって超怖かったんだけど、すげえ怖かったな、やばい、映りまくってたもんな今日、 DM もいっぱい来て、もうキャプチャーいっぱい送ってくる、なよく見えるよねみんなね、心霊配信やるとね必ずねみんなね送ってくるんだよね、そう、お化けがたくさん映ってて、もうすごかったよね。叫んでたから呼んじゃったんだ。霊感全くないけど、ロハコさんがでもよく言ってたな。のんちゃんも霊感あるらしくて、よくね、昔 DM 送ってたよね、のんちゃんね。のりこが。ここに映ってるよ、ここに映ってるよってやってくれて。いや、俺怖かったよ、ここの目あったんだよ。もう気づいた瞬間、だってリアルタイムだよ。怖っと思って、で鮫島さんがずっと引っ張られた引っ張られたっつって発狂してるし、何言ってんだろうこの人と思って、いやすごかったよね、ずっとでコメントずっと流れてんのにみんな同じタイミングで左左左って、要はさコメント後追いで書けるじゃん、あ私も見えた左じゃないの、左に何か映ったらみんなが左っていうの、同時に4つぐらい左とか声とか全部リンクしてんの、それがすげえ嫌だった。
やっぱ500人見てて 4,5 人が同じコメント書くっておかしいじゃん。それがずっと続いてて、で右っつって見たくなかったけどパッて見ちゃったら目がバッチリやってええー、と思って、そっから頭ガンガン痛い。怖いね。ああまあまあ、だから見える人には見えるんでしょ。いやコメント欄奇跡だったよね。超俺当事者からすると怖いよ。霊感全くないしさ、全然あれだけど、すげえ怖かった。なんで俺33歳なのになんでお化け怖がんないといけないんだろうと思っていい年のおっさんなんだけどと思って。寝ようかな、風呂入って。寝ようかな、疲れた、湯船に入って。いや笑えないよ、鮫島さんがいきなり怒り出すんだよ。おい、いい加減にしろやとか言って。あ、もう巻いた巻いた。あ、そうなの。過去やってみようか、過去ちゃん。いいこと教わった。やってみていい？今。あの、こういうのでいいのかな？あの、こういう、なんつうの、香りのやつでもいい？やってみていい？やってみる？これで。これでいいんでしょ？煙がまっすぐ上がれば、その部屋にはいない。ちょっとやだけど。いや、行くよ。いい？やるよ。嫌な予感しかしないんだけど。嫌な予感するね。よいしょ、じゃあやってみますか。煙がまっすぐ上がるかどうか。あ、大丈夫じゃない？めっちゃ斜めなんだけど、どうやったら見るかな、見えないかな、どうやればいいんだ。煙を見せることができない。ほんとね、めっちゃ斜めだね。寝よ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 、もういい、寝よ寝よ。寝よ。で、じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ツイッター、フェイスブック、ライン、
ツイキャス、ふわっち、YouTube、いろんなアカウント、ワド監督っていう名前で、やってますので、ぜひぜひフォローしてください。ツイッターとね、YouTube とね、ふわっちフォローしてくれると嬉しいです。ひらがなでワド、漢字で監督でやってください。面白かった人はお気持ちアイテムいただけると嬉しいです。それじゃあ皆さん、お疲れ様です。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。